やろうか。ちょっと寝たら元気になったぜ。ああ、もちろん配信中だ。俺配信中だよ。あ、ウィンドウのアップデートか。あ、あー、なるほど。ごめん、俺がミュートになってた。あ、待って、ちょっとごめんね。一回抜けるね。はいはいはい。あと、そうごめん、もう一個さっきの話の続き。あとさ、加藤純一うんこちゃん録画保管庫を今のまま容認しちゃうとコンテンツの再利用を認めたことになって規約違反に当たっちゃって俺のチャンネルも消されるかもしれないから一旦全部消して。これもうこういうのがもうほんとめんどくさいよね。意味わかる？一旦録画保管庫全部消してくんない？で、多分これから YouTube ライブの録画動画は上げないようにしてもらって、で Twitch とかだったらもう丸上げしていいから。そう、俺のチャンネル消されちゃうよね。だから、ツイッチとかが、は、そのまま丸上げにして、やっていいから、それだけちょっと消してくんない？録画のやつ。そうすると、俺が、子会社になっちゃうの。よろしくね。って言っといて。ウィース。どうだい、調子は。ちょっと待ってるよ。今誘ったぜ。え？俺いるぜ。あ、マジで？うん。やる。出て行けよ。おいおい、純くん。うん？おめえにさ、やっぱりちょっといろいろ、さっき、ギガントザウルスとかでさ。何ギガントザウルスって？やっちゃったじゃん。ギガントザウルスでおめえを殺しちゃったからさ。なんだこいつ、おい、わかんないぞ。まっちゃん、見て。俺さ、目の前にいるカワウソ殺すわ。おい、ふざけんじゃん。マジ一発殴ってほら。やめて。じゃあ、まあ、無理無理。あと、あ、やばい、顔が曲がっちゃった。本当に。やばいやばい。じゃあ、お前、本当に殺してんじゃねえか。一発やばい。一発やばい。引っ張ってんじゃん。じゃあ、ね。うん、無理だよ。あと一発殴る。無理無理。じゃあ、やめて。無理無理無理。じゃあ、無理無理。ライフ少ないの、これ。あと2だよね。32しかないの。無理だよ。おい、おめえからもらった斧で叩け。じゃあ、ごめん、俺ね、7時間かかったんだ、これ。じゃあ、7時間。無理だ。無理。じゃあ、7時間かかったの。やめて。まじ、無理。無理、本当に無理、本当に無理。じゃあ7時間かかったの。もう無理よ、もう外に行った外に行った。いい名前だ、ゼウス。おめえあれだ、おめえ餌あげてんな、おめえな一生懸命。おめえからもらったこのグングニルの槍でよ、ひとつきしてやるぞ。おい、ずっけろ。このグングニルでよ、ひとつきしてもいいぞ。違う、おい、これさ、ほん死ぬ気で俺見つけたんだから、マジで。じゃあ、おめえにプレゼントなんだよ、ゼウス。首に巻いてどうすんの、拾うか。あ、すげえ。そうで、あれして、三人称にして K ボタン押してみ、 K ボタン K。 うわー、ほんとだ。そうこれで北の国行けんのよ。あ、あったけんだこいつ。そうあったけんのよ。へー、あれなんか今日あれだな、ちょっとごめんね、俺の視聴者に、ね、俺マイクおかしくない今日、なんかマイクてか K ボタンってこんなことがあったんだな。ウィンドウが更新したらさ、多分あれだな。ちょっと待ってね。え、こいつ暑さも対応してんの？ね、なんかそこからわかんねえね。暑い地域では寒くて、寒い地域ではあったかいのか。なんか攻撃力を上げるとその辺の寒さ耐性とかいろいろ上がっていくみたいなこと。ああ、なるほど。その能力に応じてみたいな。そう。ちょっと待ってね。殺すべ、ここで、マジで。ふざけんなってのマジで。ちょ、無理。これ何が起こるんだっけ？無理。俺、小動物好きじゃねえんだもんね。ハムスターとか飼ってただろ、お前。あれだよ、くせえからよ、これ。獣みたいなやつけど、ダメだ。くせえからって何？あれ、どれだっけな。すげえ大変だったんだ。大変だった。え、でもさ、こいつさ連れてってさ、途中死んじゃったらどうすんの？まあ首に巻いてれば死なない絶対。いや、それはちょっとあれでしょ、わかんねえわ。だって俺が殺されちゃったらゼウス死んじゃうよね。まあそうなんだよね。それはちょっとあるんだよ。ちょっと待ってね。でマイクの開始を。おめえどこいた？
おかしいな。これでいいや。よしよしよし。へ。あとはこれ。ごめんな、どこ行ってんだ。酸素とかも伸びるかなと思ったけど。なんか攻撃もしてくるらしいぜ。へえ。え、首の上に乗っけてるだけで。そうだから攻撃力上げてるだ、攻撃力上げるのもまたいいらしい。あ、分かんない。首の上にどうなんだろうな。なんかとりあえず攻撃力上げた方がいいぜって。あ、こいつ自身の。そう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 。え、え、あ、え、ちょっと待って。あ、下ろさなきゃダメなんだ。あ、ステータス見んのな。うん。あ、かもしんないね。なるほど。ごめん、足早い。お前、赤狼と同じぐらい足早いのそれ。その速さ。やべえ。お、速えわ。お、なんかメカの卵を撃ってな。おい、ギガノとテイムしに行くべよ。よーし、行くしかねえな、じゃあ。あれで行くべよ、トリザウルスで。あ、そうだね。うん。弓矢いっぱい持ってな。何この卵。TKA パララス。あ、メカじゃん、もうこれ。あれ六本木タワマンザウルスはこっちか。ちょっと待ってて。肉大丈夫。これ肉あんまりないと思う。焼かないと。肉はまあ30ぐらいあるね。30じゃ足んなくね。なんか足んねえな。100持ってこうぜ。100 OK。 ちょっとじゃあこれ肉焼いてるから、ちょっとこの辺。いや、グリル作ってよかったな。もう作れる準備は整ったんだよ、グリルの。あ、てかグリル作っていいか。 そうだ、いいよ。まっちゃんさ、麻酔や何個持ってんの。あ、ゼロ今。え、ゼロ？ゼロ。おい、あの後もなんかテイムしに行った。いや、テイムしない。100本持ってたんだけど、うん、落としたか。まあ、正直言うと、うん、皆さんさようならって配信切ったじゃん、うん、で、つけっぱにしてそのまま寝ちゃって、うん、さっきつけたら死んでた。ざけんな、お前前もやっただろそれ。これそう、前もやった。もう二度としないこと違う。3度目はないこと違う。本当に申し訳ないと思ってる。ちょっと待ってて。じゃあ、グリル。そこを使えたらグーの出が出なかったわ。隠蔽しようとして。だってまずいや、300本じゃ足んねえだろ。足んなそうだね。作るのダメだな、うん、おめえにあげるためだった毛皮使って。本当は自分の装備作ったよ。あ、毛皮って何。あのね、毛皮で、うん、毛皮のブーツとかさ、作れば体感が上がるぜ。あれ、毛皮ってさ、どこで拾うの。うん、羊とか殺す。あー、うん、なるほどね。水晶、セメント。え、水晶あんまない、もしかして今。いや、水晶なんてかれこれ俺もう3回ぶりぐらいだぜ、取ってないぜ。だよな、水晶40だっけ。そういうのも集めなきゃいけないのか。水晶30。いや、あと6ぐらいどっかあるだろう、水晶。え、なんだこれ。おめえクロスボウめちゃくちゃできてんぞ。あ、作っといた作っといた。なるほど。うわ、水晶ねえな。クロスボウこれ何人がかりで行くつもりなんだ。え、じゃあちょっとまだ時間かかる。10分ぐらい。今すぐにも行けるし、別にいつでもいいよ。で、逆に俺がさ、麻酔や、うん、麻酔や作っといてもらって。俺水晶、うん、取ってくるわ。いいよ。このさ、しかも俺が今行ってる方向かる北。わかる。うん、そこ南、金いっぱいあるわ。へぇ、うん、この山、この家壊してやめよっかな、もう。ふざけんなよ。俺のなんか、あれだよ、日々のさ、ちょこちょこしたなんか楽しみの。いや、もう近いよ、それも。まっちゃん、おめえがぼーっとしてたらやるかんな、俺。ふざけんな。いや、でも俺、お前にカウスをあげられて俺はよかった。何個必要。トータル何個ぐらい持ってく。弓矢？うん。おお。
らいだろうね。まあ、500ぐらい必要だよな。500は必要だよな。うん、でクロスボウも多分10本ぐらい持ってった方がいいかなと思う。30当てたら壊れたからな。え、いやそれはないべ。それはない。うん、多分。あでも、まあ、元から なんかあれ耐久が、うん、多分まあ減ってたのもあるけど、そのなんだろう、込みで外すの込みで。ああ、なるほどな。30発ぐらいで。あれ、わらって右くい、 C 右くいだよな。あれこれ全然ないな、水晶この辺。あ、水晶頂上、オッケー。あれなんか、あ、す、なんかちょうどいい塩梅の光の加減がわかんねえわ。今 F8 だな、確かに。いやでも今 F8 やったらもうほとんど見えねえわ、俺。あ、ほんと。おめえ F8 いくつ？ F8、多分3.0 とか。なんか OBS かませると毎回こうなんだよな。いや、今俺 F9 だ。ビーバーに水晶あった、オッケー。ありがとう、ありがとうございます。あれ、俺わらなんか死ぬほど取ってたはずなんだけどな。おめえ元気だなっていうか、大丈夫かよ。寝てねえだろ、ほんとに。え、寝たよ、普通に。でも3時間くらいでしょ。おい、結構寝たんじゃないかな、これ。あ、そう？うん、もうちょい寝たぞ。マジで寝たぜ。あ、火打ち石が意外とねえな。だから明日の、まあ、明日の昼の11時までしかできねえよ、俺今日、さすがに。あんま寝てねえから。ああ、まあ望むところだよ。うん、うん、大丈夫だよ。じゃあ300本作るね。あ、いよ。ね、ゆっくりどうぞ。俺はじゃあノーズペニスマンの肛門に入ってるわ。入ってるわ。モンハンみたいな、そんな遊びしてたのに。殺したリオレースの肛門入るみたいな。口の中からこうやって入るやつ。そう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 。本当にマジで目がくれえわ。本当だ、入ってるわ。お待ちあの、おい、ノーツベニスマンチンチン入れるぞ。え、マジで？うん。お、あ、びっくりした。まあ、この尻尾のこと見てる。そう、見てて、見ててくれ。ここでこうやってやるから。あれしね、今度さ、射的やんね、こう揺らしてさ。くだろね、射的やろ。とか一人が刺して揺らして。そう。あ、いいね。ちゃんと射的台も作ってさ。そうなんだ。くだろね。ギガノト捕まえられた、ね。ギガノトどうやって行く？飛んでいく？二人乗りでも鳥で。うん、その方が、ああ、そっち行くか。そっちの方が何かあったとき、まあ。そうだね。損失も少ないしな。そうだね。インゴット200セメント。ちょっと待ってて、ね。これ、ほら、あれだ、肉作ってからね。ちょっと待っててね。ただし、こいつに乗って狙えるかっていう感じだよね。これ何あげようかな。スタミナあげるか。あ、重量もどうするかっていうからじゃない。でも別に重量なんかいらないよね。あれ、原油ってどこだ。原油絶対あったらどっかに。なんかさっきから俺についてきてるやつがいるな。え、原油足んない？これもしかして。あ、いた。木たくさん取れるザウルスだ。やべ、40足んないな。え、嘘。え、やべ、原油ってあと10個ないよな。何で作るの、それは。あの、原油は多分拾うんじゃないかな。拾ってねえな。一回このゴミたちを見てるわ。いや、絶対ないか。お前ここにないかな、原油。うわった、よかった、最後。よし、これで作れば272本。矢が、そう、いや、トータルで600本ぐらい。600本、うん、
あ、もう十分じゃね ?600 本あってるよ、もう。さすがにな。うん。ちょっと待ってよ。よし、これで多分作れんじゃねえか。初めてだな、この旋盤。うわ、なにこれ。あ、ここね。あれ作れない。え、何が変わるの、これ。これで作れるものが変わる、うん、これもしかして火入れないとダメだ。ガソリンが出る上のやつかできるのか。皮と原油を焼く。待って、ガソリンって俺知らん。そっか、これからガソリンが必要なのか。俺たちの文明はそこまで進化してしまったのか。うんうん。え、ガソリンなんかね、バラと石。ガソリンは原油と皮をロで。マジか。じゃあこれからロも、じゃああれだな、だいぶ必要になってくるんだな。うわ、隙間がねえよ。いやでもこれはもう、あれ、じゃあ松さん、俺4個持ってくよ、弓。あ、クロスボウ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まっちゃん運転して俺が上から撃とうか。ああ、そうだね。うん、うん、ちょっとリベンジ、リベンジしようぜ。で、肉何個ってたっけ。今肉作ってる。今原油で皮か、セメントとかも。あ、でも木炭あんじゃん。あ、でも入れといた方がいいのか、木炭は。まだ、あ、木炭は、そうだね、木炭の箱とこに入れてくれれば。で、これでなんかここ2日ぐらいあれだね、変わり映えまだしてないな、メンツの。そうなんだよ、ギガノとちょっと欲しいね。これでどうすんだ。おい、これで火つければいいのか。やべ、燃料がないわ。尻尾がかわいいぜ。クソ、木がないぜ。こいつ名前なんつったっけ。キ、あ、ワーキング。じゃあ本名カストロ。本当にいる生き物のもの。カストロ、カストロイです。カストロイですか。カストロイです。わ、いる。ジャイアントビーバーだって。できてるかこれ。へえ、実在する人たちなんだ。間違えた。これできてる、これ。あ、できた。うわ、ガソリンだ。ちょっと待ってよ。ハイパー肉焼き、もうすぐできるからな。うわぁ、文明が進化しとる。更新したね。できたぞ。2の進化579本。やば、やる。あれ、作れたこれ。あ、これで、ごめんごめん、こうか。早っ。んで、わ、結構でかいな。よし、グリル、こんなとこにあったらなんか嫌だよな。てか、大抵のこいつらもいたわ、実在するというか。ねえ、これアーク作ったのって会社なのかな。すごくすごいゲームじゃないこれ、冷静に考えたら。いや、ほんとすごいゲームだもんね。俺今調べてたと思うけど、ちゃんとこいつらいるぜ。ここだな。これなんていう会社が作ったのこれ。なんかさ、別にでも大企業とかは作ってないよね。あ、解体する。うわ、取れねえ、もう置いたら。さあ、グリルができました。これってどうやってやるんだ。
ちょっと埋まってね、これしかも。あ、スパチュンなんだ。はぁ、なにこれ、これ取りたい。どうした。いや、まあ、いや、もういい。おめえなんかあったかそうな格好してんな、一人だけな。俺あれだよ、もうカワウソいらずだから。そうだ。俺じゃここで肉焼けるからね。あ、待って、このカワウソを殺してさ、皮を剥いて俺もそれするな。ふざけろ、お前にあげるんじゃなかったな、これちょっと危ないな。ゼウス、お前の味方だぞそれ。オッケー。俺からの相棒だから。そう。いいね。お前のパワーがさらにまた増すんだぞ。あ、これなんだ。で、え、もしかしてガソリンかな、グリルも。じゃね。だよな。おい、もう準備万端だぞ、まっちゃん。ちょっと、え、肉なんかある、肉。肉は27。残念だろ。さあ、肉はこれでどのくらいできるか。あ、今俺ちょうど50になった。50になった。うん。え、なんか全然できない、肉。あ、できた、できた。あ、一気に12個できるじゃん。何が？肉が12個できる。どこ？マジで？あ、グリルで。うん。え、じゃあもう、これ卒業か。業、わー、すげえ。やばい。ただで、ガソリンが使うか。なるほど。グリルはめてんの分かる。だけど、あの、これね、取れなかった。さあ、ギガノト行こうよ、まっちゃん。行くか。おう。じゃあ、ちょっとこれ、あの、肉全部焼けたら行こう。すぐ焼けるから。いや、あの、ほら、前回、ほら、肉なくなったでしょ、ギガノトの帰り。なくなったね。うん。ちょっと念のため、なんか怖いから100個、100個くらい持ってた方がいいなと思うんだよね。1,2,3,570本、570あればいけるでしょ。いける、さすがに。で、弓は、あ、クロスボウ4個。ポーラー持ってく？俺一応持ってるから、抹茶最悪いらないよ。オッケーオッケー、うん、じゃあ弓はもらうぜ。ここだろ、多分おめえのことだから、こうしないと。で、抹茶、あとゼウス置いてっていい？なんか死にそうな気がする。ああ、いいよいいよいいよ。あの、寒い地域なんかいいっしょ。あれは、弓矢は？あ、弓俺持ってるよ、500本。あ、そうか。あ、じゃあ、おめえ、運転する方は持たなくてよくない？あ、そっかそっか、確かに。うん。で、リスクの分散しようぜ。そうしよう。で、もし俺が死んだら、まっちゃんが拾って、逃げるとか。そうだね。うん。ちょっと一旦、いらねえのは。これ、ジュン、これ、やるよ、あまりも。おめえ、裸足だし。最悪、まっちゃん。あの、ベッドでリスポンしていいぞ。あー、そうだね。じゃ、寝袋作っとこうかな、うん、そしたら。でさ、うん、俺が、カピバラザウルスギャーっと行ってもいいぜ。じゃ、まっちゃんが行ってくれたら俺場所わかるから、ピンポイントで。はい、うん、カピバラザウルスの中に、まっちゃんの荷物全部詰めてって、うん、カピバラザウルス、うん、あー、なるほどね。でもそいつなんかあんまり持てなくね。重量どうなってる？あ、でももういけるよ。と285。もういけますよ。行くかい。じゃあ行きましょう。これか。じゃ、俺運転するよ。よしよし、行くぜ。あ、待って、水筒持った？あ、一応水飲んでいくわ。あ、オッケー。ちょっと俺、そうだ、水筒なくなっちゃったんだ。え、俺、まっちゃんの水筒持ってきて渡したぜ。いや、違うんだ、さっきさ、あれしてたら死んじゃったから、あの、ゲームつけっぱにして。なるほど。これ、ほんと2回目ね、これ毎回このゲームの開始で俺、水筒作ってる気がする、最近。手と、あれだな、手の防具持ってこう。革のグローブか。よ、防寒。ああね、あ、なるほど、革は熱くなるってことか。ね、俺このさ、エングラム4000ポイント余ってるんだけどさ、おめえどうしてる？あ、俺、いや、俺も3800余ってる。だからなんかあんま使わない方がいいよって言ったから。てか、これグリル消しといた方がいいな。ガソリンがもったいね。なんか今はとりあえずあれしてるわ。ためにいいよね。急いでない。じゃねえや、この家クソ広くて迷う。最後、さあ、ギガノト行こうや。よし、行こう。捕まえよう。ギガノトの位置、まあ高さは大体分かったからあれで。
またちょっと一発ですね。あ、いいよ。玉切れ？え？なんで玉切れ？これ重たいのもしかして俺たち。ちょっと一発ずつね。うん、ちょっと攻めんとこ。あれ、やっぱ味方に当たるのかなこれ。いや重量今、あ重量足んねえかもしんねえなこれ。二人だと、二人乗りだと足んないかもね。乗ってみて。ね、今、え足りない？450分の196だぜ。え、マジで？あ、これ俺か？今285分の290。ちょっとこいつ重量上げた方がいいな。そうだね。でも、こんでも上げらんないわ。じゃあ、あれしようよ。あいつらで行こうよ。あ、まあそうだね。うん。俺たちの相棒で行くか。オメガアンジーだったな。エルコンドル。あー、アンジいや、こいつらのスタミナはやべえぞ。やっぱあれだな、なんかさ、万能な恐竜がいないのが面白いな、このゲーム。そうだね、あちらを立てれば、ほんとそれ、こちらが立たずだね。そうそうそう。え、じゃあさ、まっちゃんこれさ、うん、弓と、あ、やべえ、寝袋忘れた。まあいいか、寝袋なんかすぐ作れるか。いや、寝袋2個設置したりよ。あ、ほんと、うん、じゃあ大丈夫。その、ちょうどなんだっけ、何ザウルスだっけ、ギガントザウルスがいるところに2個設置してあるよ。これ多分あれだよね、俺が設置したら抹茶も使えるよね。確か使えると思う。だよね。とりあえず、まああの山のとこだよな。まあ一直線だ。今ちょうど見えるな、あの山が。え、あんな遠いっけ。多分あれじゃね、あの山より奥じゃない多分。確かな。あそこ、そうちょっと寒いんだよな。やべえ、じゃああれ持ってくればよかったな。松明とか持ってる？松明は持ってない。持ってない、俺持ってない。まあいいや、なんとかなんだろう。すげえ、なんかだんだん近づいてきてる感じが。スタミナ平気？あの山じゃねえんじゃねえ？あ、じゃああの奥でしょ？そう、さらに奥。うん、だよね。うっ、うっ、まっちゃん。うん？どうした？T-Rexのあれが赤。赤。本当だ。あいつでも結構血だらけだな。ああいう模様なんじゃない？割と負傷してる。あ、迷うか。周りの生き物、あれ捕まないんだよね。あれは捕まないでしょ。周りの生き物全殺ししてるぜ。本当だ。おい、まっちゃん、どっちが近づけるか選手権やんべ。おいよ、見とけ見とけ見とけ、まっちゃん。おい、おいよ、普通によ。おい、見て。あ、やべ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 。マジやめとけ。あれだ、これ水で勝手に降りちゃう。危ねえな。危ねえな。おい、でも俺こうやってこうやってこうやってやばいやばい。お前尻尾、俺その尻尾の下くぐったぞ今。やべえなお前。クソ言った。そしたら勝手にさ落ちる設定になっちゃってさ。危ねえ。やべえ、マジ終わったと思った。視野が狭くて助かったな。そう。あいつがなんか飯食ってなかったら終わってた俺。ちょっと待って、一回羽休めしたね、一回。ちょっと本当意味がねえ、何のアイテムももらえるわけじゃねえのによ。暑いなぁ。暑い、うん、じゃあ毛皮のブーツを脱いでもいいかもしれない。ああ、なるほど。あ、本当だ。ワンランク落ちた。なんかさ、都合のいい防具ってないのかね。なぁ、耐熱も耐寒も。そうそうそう。なんかさ、だからクーラーになる、だそれがやっぱビーバーなんじゃねえかな。な、耐熱も体感もみたいな。あれ、紫のケアパケ、あれ。あ、ジンほら紫のケアパケ。レアなの。レアじゃん。じゃあ待つか。あ、忍耐力上げるんだ。へえ。忍耐力。
忍耐力なんかどこにある。あーこれか、あげたことねえや。なんかあれだな、部活で水飲むなみたいな感じだな。あ、結構遅いなこれね。こいつらいいね、二人ともレベルが同じぐらいでいいね。うん、俺今レベルいくつだろう。104。まだ取れない？わかんない。あ、ギリースーツだ。いいね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 。なんだっけ？あ、設計、これ設計図か。あの、外れたな。あ、なんかこれ黒曜石いっぱい持ってんぞ。よし、行こう。いよいよだな。お、あのあれだな、盆地みたいな、盆地じゃねえか、あの太地っていうのかな。あそこいいんだよな、ここ拠点にして。俺まだマップが全然埋まってねえわ。あ、そう。うん、あでもだ同じじゃね。そんなことない。もうまだ全然埋まってない。俺あと北の方だね。あと南西と北って感じ。南の方は埋まってんだ。南の方は割と埋まってるね。これ俺なんかパソコン変えたからかな多分。あ、そうそうそうだと思うよ。うん、俺こっち探索してたもんね。うん、したした。今日マイクラでもそうだったわ。へえ。設定がなんか全部初期化されててすげえ動かしづらかった。マジで。うん、シフト押しながら押すとダッシュできないっていう設定あるじゃん、はいはい、オートラインで、はい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 、あれあれ、まっちゃんどこにいる今。ん、俺川沿いだよ。見えちゃった。あれ俺表示されないの。あ、ちょ、あ、ごめん表示されてねえわ。なこれまた表示されないようになっちゃったね。俺の設定かな今ね。うん、あの金がいっぱい取れるさ、なんかあの山みたいなの覚えてる？ああ、あるあるある。うん、そこのあの右の川沿いずっと俺来たよ。なるほど、俺がだいぶ間違ってるわ。オッケーオッケー。表示されてるわ。表示されてる。うん、俺がおめえのところと全然違うところにいた。それであの右上の山まで行っちゃうぜ。もう地形し今ね、まっちゃんと 500m ぐらいの距離。この山々もそれぞれ生物がいるんだろうな。ギガノとあれは違うか。あ、そっか、やべ、俺望遠鏡持ってきてね。任せろ、俺が持ってるぜ。俺たちが負けたギガノとはレベル44だった。ちなみにあそこに、あれはティラノかな。なんかブロントサウルスにすげえやられてる俺んとこで。あれ、まっちゃんそれ止まってる？止まってるよ今。ん、なんでそこにいんの？今ね、目の前にギガノトっぽいのがいるから。あ、マジで？あ、これティラノか。これごめん、ティラノだ。本当にあれまっちゃんか？あれだよね。うわ、ティラノがちょっとタジタジになってるわ。絶対ちげえよあれ。なんかごめん、空中浮遊してるだけだ。これ紛らわしいなマジで。お、多いね。うん、とりあえずちょっと探すわ。オッケー。さすがに望遠鏡がなくても見りゃ分かるわ、あいつに限ってはな。これはおめえが喜ぶアイテムを拾ったぜ。なんだ？水筒。おお、いいね。マタユルが、あ、あれか？あれじゃね？ティラノかこれ。あ、カワソジラノか。え、これじゃね？これじゃね？これじゃね？この緑のだよな、確かな。いや、白かったぜ。あ、白い。あ、違う、緑だ。ギガノと緑だった。だよだよだよ、これだこれだ、いた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 。マジか、いるか。発見発見発見。
多分これ長期戦になるな、まっちゃんな。そうだな、30分ぐらいかけて。これさ、ジュン、うん、めんどくせえのが近くにマタエルが2体いるのよ。あー、なるほど。殺すか、うん、やっといた方がいいかなと思うけど、俺たちのこの砦結果し、まっちゃん、HP いくつ？俺1500、攻撃力 300%、 2270。レベル見ていってみるか。そうだね。一回対攻撃上げてみようかな。ちょっと俺だろう。あっ、え、まっちゃんどこにいる？俺さ、自分が設置したさ、うん、ベッドのところにいるんだけどさ、うん、俺はね、今ね、あのギガノトと戦ってたところのさ、山のふもと、わかる？山のふもとの森、うん、そこにいるぜ。いや、めちゃくちゃ近くにいると思うんだよな。で、ブロントザウルスいる？フロントいるね。3匹血がついてるやつ。3匹いる？3匹じゃない。そこはね、多分今日ティラノサルがいつかいたかもしれないな。あ、ほんとだ、ティラノ、え、ほんとだ。うん、 そこよりも、うん、あの山見てちょっと右側の方。オッケー、ちょっと待ってね。ティラノが今まさに俺の前で死にそう。レベル60のティラノ、今まさにこと切れそうだ。やめよう。なんだこの音。あれ、麓の森。あ、あ、あ、待って、多分ジュンがいるだろうとこ、俺が先向かい行こうか。あ、この辺で。いた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 。いた？いた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 。あれかな。はい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 。どこにいる？またエルザルスは。このもうね、あれだぜ、ギガントのもう縄張りテリトリー入ってる、うん、テリトリー入ってる。気をつけてくれ。オッケー。あ、いるいる。ギガントがあの捨て子食ってるわ今。だ、ギガントが結構食い荒らすからさ、結局まあでも、おお、びっくりした。あ、ギガント、あー、いた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 。で、近くにギガント食ってくんねえかな。装飾ばっか食ってるな。ちょっとね、霜降りを食っとこうか。一回俺は羽休め。あ、俺のとこ来るな、これ。マタエルが絶対大丈夫な場所なんて存在しねえよな。そうだね。じゃ、そのマタエル 2体いるのよ。ね、マタエルとさ、ギガノトはさ、敵対しないのかな。なんか敵対しないんだよね。うーん、言うなればマタエル。あ、マジ大丈夫か。大丈夫大丈夫。それティラノいるぞ。ティラノじゃない。すげえね。ちょっと。え？トモ食いしてたわ今。マタエルがマタエル食ってたわ。やべ、危ない危ない。え？これマジだ。ティラノだよ。え？これティラノこれ。64レベルのティラノサウルス。あ、マジで？あ、ごめんごめん。なんかちっちゃいと思った。これじゃねえんだ。もっとさ、クソでかくなかった？言われてみたら、なんか防疫性でもうこいつだ、このちっちゃいのだろうって思い込みたかったんだろうな。恐怖してたんだろうな。ここじゃねえよ多分。あのさ、俺たちがやられたとこ行ってみね。オッケーオッケー。あれ、こっちじゃなかったっけ。あのまっちゃんがさ、俺を、うん、ジュンがこっちにいるだろうって飛んできた方で俺たち死んだから。あ、そっか。あ、やべ、そうか、こっちの方か、左の方か。そう、この辺にいたんだよ。これさ、あのケアパケの方か。うん、ある一定時間経っちゃったらさ、消えちゃうのかな。いや、どうなんだろう。それともずっと生き続けてるのかな。あ、だいぶ時間経ったからな。いたよ。もういた。ああ、早っ。間違いねえわ。で、消えないのかもしれないね、これか。ああ、これだ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 。これっしょ、これっしょ。どうする？じゃあ、あのどっか止めよっか。あの上の方に置く？あの山の上。一回さ、調べていい？本当に。うん、もちろんもちろん。いや、多分こいつだと思う。なんかピンクの煙出してる。なになにこいつら。ちょっとわかんねえ。まっちゃん。ん？ティラノです、こいつ。え、これティラノ？これティラノ、これ。そ
そうなの、あ、これティラノだ。え、俺たちさ、ギガノトザウルスじゃなかったのかな、見たの。いや、ギガノトザウルスだったよね。取った気がするけどな。ギガノトだったよね。ギガノトだったと思うけど、こっちじゃねえよな、でもな。なんかね、ちょっとこっちの方に移動してたのは見たんだよ。ああ、なるほどなるほど、最終的にね、うん、川沿いまで降りてたんだ、ギガノトは。なるほどなるほど。あれは、え、あれか、あいつ、これティラノか。わかんねえ。あ、ティラノっぽいな。あ、ティラノっぽいね。ティラノとステボ。ティラノ、ティラノ、ティラノ。あ、ティラノか。いやいやいや、あのさ、山の上とかにいねえかな。いねえか、行ってみる。この森の中とか行ったらマジ畜生だな。やばいね、やばい。何色だったっけな、なんか緑っぽい、黒っぽいような感じだった気がするけど、ね、黒、うん、黒、朝黒かったね。あー、ちょっとじゃあ各々探すか、一回。そうだね。お、ケラの2倍以上でかいって。マジかよ、ちょっと見づらいな。あ、こうすると寒いんだ。こんなにさ、あ、今燃えてる。敵衣服の着脱で。ん？いや、服、これ服着てもダメなやつだな。今度寒いのかよ。これ寒かったり暑かったりすんな。俺ね、ズボン脱いだらね、うん、変わった、ちょうどよくなったよ。わあ、さっきのやついねえか。ちょっと山の反対側行ってみるね、俺ね。うん。あれするね、ギガントを見つけたらさ、うん、俺がさ、うん、あの右クリックでさ、おめえのカワウソを捕まえてさ、それをおとりにするからさ、後ろからおめえが撃ってくれ。意味がわかんない、マジ本当に。お前、いや本当にやめてくれ、まあ、あのもう死んでもしょうがないと思ってんだけど、うん、そういう殺し方は本当にやめてくれ。大事だろ。それはやっぱ逃げが必要だからさ、ちょうどいいんだよ。あっ、まっちゃん。え、いた。待ってな。おった。いたわ。そっち？ああ。あのさっきのところ？あの森の方？あ、いや、もうちょうどてっぺん。てっぺんにの。ただ、うわ、クソでけえけど、レベルが16だわ。え、マジで？うん。でもさ、40でも俺たち一撃やったんだよ。うん。え、待って、この足音。うわぁ！え、これちょっとさ、でも、あれでも、周りに食べられちゃうねえか？だね。え、こんなとこ生息してんのこいつら。えぐっ。ねえ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 、これさ、なんかレインボーの。じゃあこれレインボーじゃねえんだよ、これ白なんだよ。あ、そうなんだ。それもね、レインボーじゃねえと思ったんだけど、パチンコのででかでかいよ、ね、クソでか、クソコアなんだけど。これ下にいるのラフトルじゃない、これ ティラノじゃねえ、これ下違う、アロサウルス。あ、あれもそうか。ちょっと分断してたらいいな。なんで肉食同士で仲良かったんだこれ。他の恐竜がちっちゃく見えるね。うん、確かに。なんか初めて見る。あれだな。この山に湧くのかな。なのかもしんないね。ね。あれは違うだろう、おそらく。え、何これ。え、まちゃん、何これ。エクスプローラーノート。何、エクスプローラーノート。俺のとこ来れる。で、おめえの場所が俺ほら、わかんないから。え、まあ、表示されないんだよ俺。なんだこれ、どこだ。なんか、いや、なんかとんでもないもん手に入れて俺。あれ、経験値のバフ？違う。
なんだここ、まっちゃん、お目も触った方がいいかもしれん。ね、待ってな、山下ったとこ、登ったとこ、あ、そう、そのまままっすぐ来て、まっすぐ、違う、後ろ下るよ、登る、あ、登ってきて、登ってきて、左、左、もうちょい左で、まっすぐ来て、あれか、あ、そうそうそう、あれか、ちょうどホバリングしてる鳥か、そう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 、まだ見えないよ、これ、順位中は俺のさ、真下、真下これか、ここで、ここでやってみる、なんだこれ、文明よ、なんか公園のところどころになんか隠されてんだね、なんだこれ、わーすごい、なにこれ、何が起きたかさっぱりやからんが、嬉しい気持ちになった、あれで、これでどうする、なんだ怖え、じゃ、これ、どうしたらいいんだこれ、バッテン、あ、バッテン、バッテン、待って、同じ現象だった、ギガノドってそんなに湧かないのかな、レアなのかな、ね、ぽいよね、ここはこれなんか、つぼがある、あ、なんだなんだ、どうする、レベル16だけど、テイムする、行こうか、うん、せっかく、せっかくだかしね、いや、ここ見晴らしめっちゃいいじゃん、へそか、ここがで、こっから見る景色まっちゃやべえわ、描画距離が えげつないことになってる、全部見渡せる、すごっ、うん、俺たちの拠点ぐらい、俺たちの拠点どこだ、この辺だね、あの緑のさ、ケアパケの先ぐらいだね、先か、うん、あ、そうだね、このさ、おっきな柱あんじゃん、うん、これ結局多分なんかあるんでしょうね、わかんない、そういえばスルーしてたけど、なんかあるんだろうな、ね、絶対これなんかあるよね、これね、待って、じゃあさ、こいつをさ、オッケー、どっか置こうか、これちょっと、この辺にいいんじゃね、はい、あ、じゃあ、俺が置いとくね、ヘルコンドル、うん、わかった、ここね、まっちゃん、はいはいはい、いざとなったらさ、ここで、俺が死んだら、ちょっと待って、さ、ここさ、寝袋、やろうぜ、あ、オッケーオッケー、で、ワンチャン、俺ちょっと、ポインティング色、現在地、まあでも、いっか、ここ覚えとけ、いいや、あ、水晶もあるよ、まっちゃん、ここ、水晶あるね、うん、まあ、まあまあ持っとく、一応持っとくか、でさ、まっちゃん、スタミナさ、おめえのやついくつ、ね、1700、こっち1850あるからさ、じゃあ暗示でいく、あ、暗示でいこう、そうだね、うん、じゃあヘルコンドルここ置いとこう、まっちゃんの時はさあ、じゃあテイムしようか、来てくれ、行くぞ、じゃん、飯大丈夫、食料ちょっと食っとく、そうだな、 OK、 完璧、 OK、 夜のテイム行こうや、行くぞ、うん、待って、夜のテイムの FQ を置くぞ、よし、ちょっと待ってるよ、これでおめえを、このケアパケの近くだったもんな、あの白のとこだね、あれ白か、右だね、右、あ、緑、あれ、あれ緑になってる、緑になってるね、うん、いた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 、うわ、待って、ちょっと待って、ジェン、うん、いや寒くね、寒いわ、そうだよな、まあ、あ、ブーツ、そこで飯食ってる、うん、うわ、こんな寒いんだ、こんな寒いんだな、いる、あ、左、いやいやいや、真左、真左、すぐ近くにいる、あ、いたいた、行くよ、もうちょい高く飛んでほし
当たってる？いや、待ってくれ。あ、追ってくれ。オッケー。うわ、なんだこれ、埋まってる、まっちゃん。なんだこいつ。ここでちょうどいいんでね。オッケー。よしよし。あ、ベベ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 ベ。マジ怖いわ。いや、ちょっと見えねえ。斜面がいい感じに。なるほど。やべえ。怖い。 HP170。 怖い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 。適宜お前も HP 確認してな。多分、うん、減ってんだろう。 HP 減ってる。いや、アンジの羽にめり込んじまう。ここ、おいいぞいいぞ。キープキープキープ、ね、キープ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 、マジキープマジキープ。スタミナまだ平気。マジキープマジキープ。よし、相手バカだぞ。相手止まったぞ。いけるぞ、まっちゃん。これいけ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 。止まった止まってる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 。あ、追ってくれ。あ、なるほど。逃げてる？また逃げ出したな。いや、これなんか誰に刺さってんだ？これ俺に刺さってる。オッケー。あ、やばい、ここ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 。危ねえ。オッケー、いいぞいいぞ。ちょっとちょっとなんかさ、やばいやばい。ちょっとちょっとやばい。あいつなんか活発だな。ビョーンって飛び込んでくる。飛んでくるよこいつ。飛んできたもんね。あ、やべ、すげえ、なんかサソリが殺してる。やべやべ、サソリが。おいいぞいいぞいいぞ、順いいぞいいぞ、当たってる当たってる。ガクソ。あ、くれた。あ、当たった、ナイス。あ、気持ち下がって飛んでくれ。どこだ どこだ、ギガント。足音が、足音こっちか。あれ、どこだ。あれ、え、だいたい目の前、目の前。あ、危ない。クソ、山の中に逃げられた。だるいな。あいつどんか。あー、逃げる逃げる。いいね。お、そうそうか、だいぶ熱だよね、これまずっそ。こ、うわー、いないいる。やばいやばい、うわー。どこいるどこいる。下下下、真下真下。いや、このまま海まで おびき出そう。オッケーオッケーオッケー。危なかったって来てる。あー、山登っていっちゃった。あー、オッケーオッケーオッケー。あ、下降りてた下降りてた。海、俺海行った海行った。また海行っ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 た。了解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 。いやー、痛い痛い。高い、高く行く高く行く。やばい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 。運営が殺されることだけ。当たれ。オッケー。あー、くそ。なんで俺毒になってんだ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、順いいよ。当たれ。くそ、外した。よし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 。ちょっと近づくか。うん、くそ。もうちょいち、このぐらいの距離でいい。俺これ以上近づくとトラウマで怖くて。あ、いやいや、これぐらいでいい。静止してほしいかも。オッケー。当たれ。いや、くそ、これ全員をかくように逃げやがるな。ただ、あー、ちっちゃったか。いいぞいいぞ、この辺。え、当たってもダメージ出てないの、何なんだろう。なんかあるよね、そういうのね。うわ、くそ。当たれ。もうちょい近づくか。うん、もうちょい近づかないと当てらんねえわ。水浴びしてやがる。怖い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 。あ、いいぞいいぞ、その距離だ。よし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 。今70%ぐらい、半分ぐらい当たったかな。あ、逃げちゃうかな、こっち来るかな。うまそう。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね、怖いわ。あ、怖いけど、大丈夫かな。この距離ちょっと怖いな。
行け、この距離で行け。よいよいよいよ、あ、いい、チャンス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 、ヘッショとかあんのかな、あれありそう、あ、ちょっと近いな、これなじゅん怖いわ、こいつがほら、岩にさ、ぴょこんって登ってさ、食える位置に来るんじゃねえか、来るかもね、まだだって、飯食ってるからな、あー、全然当たらん、近づくか、ちょっと近づいてほしいかも、いや、こいつアルゲンタビウス、テームには向いてないかもしんない、まっちゃん、まあね、あ、揺れがすげえわ、うん、わかるな、まあまあまあ、でもおめえの、おめえうまいよ、よく当たってる、よく当たってる、レベル低いからさ、しやすいんじゃないかな、近づくぞ、当たってる当たってる、大丈夫大丈夫、当たってる当たってる、当たってる当たってる、うまい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 、ほんとか、打率あれだろ、4割ぐらいあんだろ、当たれ、ちょっと待って、よし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 、そろそろ順、ちょっとあの早めに、あ、ここいいじゃん、ここいいじゃん、あ、いいねいいねいいね、いいよ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 、今稲妻半分ね、オッケーオッケー、ま、ちょ、でも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 、クソ止まりやった、ちょっと近づくわ、こういう風にさ、まっすぐ飛んだ方がやりやすい、あ、そうだね、オッケーオッケー、あ、もうこれちょっと高く行くわ、少し100発撃って、ちょ、バカ、バカになった、バカになった、バカになった、今何かしたーって、おい、いいよいいよ、あれにして、あー、ジャンプしてきそう、ぶっこだろ、あー、どこだ、なんか今踏ん張ったよな、今な、ネフェルピトのグググみたいな、今一瞬なったぞ、惜しい、でも警戒してるな、こっちを、もうちょい近づかねえと当たんねえかもしんねえ、オッケーオッケーオッケー、了解了解、だいぶ偏差しなきゃいけなくなる、ちょっと待って、上がるわ、なんか来てるな、あ、いいよ、うまい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 、よく当てたな、あの距離、これぐらいの距離だった、当たるぞ、うん、ナイスナイス、めちゃくちゃムズ、あ、山行っちゃうかも、山行くかも、山行ってるね、うん、行くね、ちょっと休憩してからでいいか、あ、そうだね、あ、そうしよう、そうしよう、で、ここで休憩怖いか、お面拾えなかった時のリスクがでかいから、さすがにちょっといいよね、ちょっと遠出して、あ、まあこの辺でいいよ、ここここにしよう、ここにしよう、回復したかもしれないからな、うん、待てろ、すぐ行こうな、今120本打ったか、まあいいや、なんか盗まれたぞお前、盗まれた、盗まれた、今ちょっと今回復中な、まだ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 、あ、いこういこういこう、あ、いこう、オッケー、待ってるよ、ギガのと気絶回復超早い、マジで、でもさ、これぐらいは大丈夫でしょ、さすがにこれはあれだろ、ね、1分ぐらいはこれでプラスでしょ、早く一発当てたいね、じゃあ、いやー、くそ、わかりづらい、音が聞こえないね、追うべきだったか、あんなでかいやつすぐ見失うだろう、いたいた、こっちだ、いた、捕らえた、ごめんね、ちょっといいぜ、高いところから行くか、見える、いや、見えない、全然見えない、山の方行っちゃったね、森ちょっとまずいな、森やばい、この辺だと思うんだけど、あれ？いないね、サーベル大会がいる、後ろ、うん、オーケー、クロットか、わかんねえ、こっちの方向だったよね、
あ、ここだここだ。いた。目の前。あ、さ、木に当たってさ、陣落としちゃう可能性が、ちょっとごめんな、高くいるよ。オッケー。見える？見える。あー、見えん、クソ。これちょっとあれだな。まあでも、なんとか。いや、ここきちい、まっちゃん。きちいよな。あー、ここきちいかもしれん。こいつが海の方来てくれれば、ちょっと海の方に誘うか。偏差がこいつ足が意外と速くてさ、偏差がこれさ、これ危ね、木に当たって、こいつあのな、ずる賢い、これさ、木に当たったらさ、順と落としちゃうよね、これね。まあ、最悪でも俺死んでもあれ復活できるから、まあ、寝袋が、うん、攻めていかなきゃ、これテイムできないね。やーべ、これジュラシックパークじゃん、マジでね。やばい、うーわ、一撃で骨が折れた。いや、こいつ無理かもしれん。だってあんなとこでやばいわ。すぐそばにいたってことでしょ、もうこれ、うん。しかもあれだ、通常攻撃にさ、出血とさ、あれが入ってるわ。一発で出血してさ、骨折したわ。絶望すぎるわ。マジ、今のうちにさ、これさ、うん、あれしよう。弓矢100本失った程度でさ、済むんだったらさ、これ一回さ、まあ、うん、出直そう。あー、まあそうだな。これ無理だ、多分。これちょっと二次災害になるわ。二次災害になる、これ。早めの決断が。ごめんな、あとなんだっけ、あの、特に何もないもんな、弓矢ぐらいでしょ。あ、俺でも取りいける、だいぶ。上にいるコンドルで行くよ。あ、なるほどなるほど、そっかそっか。じゃあ一応俺ここにいるわ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかこの辺のさ、いやーマジか、ワータイガーがいる。この辺のさ、開けた場所だったらな、狙えるけどな、よりによってそっちなんだよ。これあれなんだ、まっちゃんが作ってくれたベッドじゃ俺起きれねえんだな。じゃあ俺があいつ追従していくよ。でず、ちょっと待って、今サーベル大会に追われてる。よしよし。いや、ギガノとめちゃくちゃむずいじゃん、捕まえるの。今までのやつらとはちょっと訳違うぜ。よしよしよし。ビビって降りちゃった。じゃあちょっとあいつ拾ってくるわ。オッケー、俺もまた飲むね。鳥、うん。あー、やっぱ罠か。なんかさ、あの恐竜のトラップドアみたいなんじゃでかいの、ああいうの置いて囲、あそこ、そういうとこになんか、なんだろう、囲って閉めてみたいな感じがいいのかな。それかでかい家建ててスロープ作って、うん、あのそこに閉じ込めて、ああ、ただあのサイズ、建設してね。そうそう、あのサイズができるのかって言われたら、とうとうあれか、そういうパワー、え、パワーテイムじゃなくてあれか、だね、じゃなきゃ無理だね。あ、そういうのが。じゃあ、どうする、俺、いいよ、そっち行くよ。もしや、ヘルコンドのとこにいるぜ、今、ちなみに俺。あ、マジか。じゃあさ、うん、さっきさ、うん、俺が死んだところぐらいにいるわ、今、俺。あ、本当？それが、いいよ、俺、自分で取ってさ、合流する。ここでも山だと大変そうじゃない？せめて下るぜ。ちょっと一回回収してくるね。うん、オッケーオッケー。あれ、700m? 俺のやつどこだ？せめてじゃあ下るぞ。オッケー。多分こっちだったはず。あとトラバサミもかかるっちゃかかるんだ。あー、でもちょっとなんかあれだな、対処療法すぎるな、トラバサミがなくなっちゃったみたいな。そうだね、やっぱなんかもう、あ、完全はめたわみたいな、あ、もう勝ちゲーだわみたいなさ、環境にしたいな。くっそ、サーベル大河に殺されたまっちゃん。俺の死体の場所わかる？ちょっと待って。じゃあ、写メ送るわ。くっそ。麻酔銃だけでもいいから取ってきてほしい。わかった。麻酔銃持ってきてんの？いや、麻酔の、あれ。クロスボウ？そう。
何本持ってたの？400本ぐらいある。ああ、なるほどなるほど。そう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 。うん、じゃあ家帰っとこうかな。アロとかいっぱいいんなこの辺。あれ、ここどこだ、なんだこれ。え、ジュンこんなとこで死んだっけ。それあれじゃね、あ、今死んだとこじゃなくて、それあ、今死んだとこだけど、俺あ、回収したんだ。いや、もうその前の死んだ死体の近くで死んだ。でそこにカバン2個あるはず。んで、こんなワータイガーがいっぺんいんだよこの辺。え、カバンは死人した？カバン死人した。あれ、お前こんなとこで死んだっけ？そうだね、その辺で死んだ。え、あれでしょ、ギガントにやられた時でしょ？そう。こんな山の上だった？あ、もう山の上だったよ。もっと森じゃなかったっけ、死んだの。いや、もうすぐ山抜けるってとこで死んだ。あー、オッケーオッケー。あー、ほんとだ、あ、そこかそこか、林のさ、もうあとちょっとってところ。あれ、俺たちの家、あ、ここか、俺たちの家この辺だな、多分な。スタミナオッケー。いや、これちょっとパワーテイムじゃ無理だな。パワーテイムだとちょっとの場所によるな。さ、前みたいな場所だったらいいけど、森隠れちゃったらな。よかった、こいつ連れていかなくて。こいつ連れてたら死んでたな。あ、ギガノートどうすっかだよ。あれマジジュラシックパークだったな。音だけ聞こえてどこにいるかわかんねえでさ、森からバクーって。多分ここだ。どれだ？多分この辺でやられたはず。この、ここだ。え、ここだよね、多分。俺も行った方がいいか。しかもあの山の斜面とさ、ギガノドの顔の高さがジャストで合っちゃった。行こうと思えば俺でも行けるぜ、1分ぐらいで。マジで？ちょっと今ね、多分いると思うんだけど。コンコルド・ファルコン号だよ。ちょうど山からあれだよな、森に行ったとこだよね、林っていうのかな。そう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 、マジでそっか。違うな、これじゃないな。人のやつってマジで見つけづらいからな。林だとな、ちょっとなおな。うん、ちょっと待って、まあ落ち着いて探そう。俺も行くわ。コンコルドファルコンだったらすぐ行けるわ。早いか。なんかね、すごいね、説明しづらい場所だったんだよね。ちょうど、本当あれだよね。うん。林のとこだからな。そう。しかも多分この緑色のさ、あれ出ないじゃん。出ない。もうちょいこっちかな。もうちょいこっちかもしれん。いやー、もうドンピシャだな、ここら辺だな。1キロ来たぞ。ういっ、任せよ、あいつに。あ、この辺で多分死んだと思うんだよな。これ空中でスタミナなくなったらどうなんだろう。シュンシュンシュンって降りるのかな、下るのかな、わかんねえ。諦めた。そういうことか。
くそ。大丈夫、意外と入ってる。オールっぽい袋だよな。もうちょい高くとか。いや、相当ね、むずいと思う。ほんと俺もおめえのやつ見つけるの30分ぐらいかかったじゃん。そうだね、夜にならないことを願うわ。やべ、いや、400本はちょっとな。ちょっともったいねえべ。うん、危ねえ、不時着したところにラプトルのあれがいた、アシュがいた。いや、ここまで、ここちょっとこれ行き過ぎだな、俺。ここじゃない、ここじゃない。次の飛行で行けるぜ。うい、なんだなんだお前。あ、待ってよ、ちょっと待て。見つけたか、まずか。いや、アロが、アロじゃねえ、俺の鳥が多分ここで戦ってる。まだ戦ってんのか。あ、ナイスナイス。うわ、もうさすがにこれはあれしちゃったよね。シュイ、あ、あれか。あ、見つけた見つけた。ナイスー。どっちだろう、でもこれ。あ、見つけた見つけた。片方は何もない。ナイスー、はい、よし、帰るわ。これちょっとパワーテイム無理だね。厳しかったな。よし、とりあえず戻るか。ちょっと作戦だな。うん、それからさ、俺だ、洞窟も気になるぞ。洞窟行くか。うん、あの俺もね、刺してんだ洞窟は。いや、ギガノートちょっと今じゃ無理だな。何が必要なんだろうね。やっぱ罠とかの知識もそうだし。だからさ、罠を置いてるうちにさ、食べられちゃわない？食べられちゃうと思う。俺てか罠を置いてってちょっと罠壊されちゃうんじゃないの、あれ。なんかでもあるよな、恐竜、巨大恐竜用の罠みたいな。なんかあのあれじゃねえか、鉄とかでできたさ、おっきな壁みたいな。あー、なるほど。うん、あ、せっかくだからちょっとケアパケ取っていくわ。紫のやつだったから。お前よく俺がいたと気づいたな。え、お前か、いたんだ。早っ。急にコンコールド、ファルコン。急に襲われてみる。早っ。びっくりしてるかなと思った。せっかくさ、ちょっと何も、お、なんか、どうしよう。金属のパイプ直線。いいね。ちょっとさ、何の成果も得られませんでしたよ。ちょっとあれだからさ、うん、あれするわ、水晶取っていくわ。オッケー、じゃあまた荷物俺もらおうかな。あ、そうだ、うん。ジュンのやつは、イエーイ。水瓶、これもこれもこれもで、やっとで、お前のこれかで、ブーツもかって感じかな。まあ、すごいな。あ、望遠鏡も。だから余計なもん渡してる可能性あり。全部捨てる。で、いらないものは、水晶ってさ、はいはい、水晶ないないないって、あれか、ツルハシか。あ、ツルハシか。意外にそんな取れないんだな。これ何、この赤いの。関係ねえか。なんか水晶もバクモリザウルスいねえかし。水晶バクモリザウルスでかいけどな、いたらな。レアマッシュルーム、知らねえ。なんだそれ。あ、これか。あ、びっくりした。やべ、あの足音が聞こえてくんじゃねえかと思うと怖いわ。ズシーン。そっちゃ、サソリがいる。ええ、何、サソリがいる。あ、オッケーオッケー。しかも大量にいる。ちょっとおめえに追従になっちゃってる。あ、はい、おめえに鳥が追従になっちゃってる。オッケー、はい。あ、乗れない。
まっちゃんがさ、T 押してくれない？そしたら、まっちゃんに追従になるはず。あれ？オッケー、はい、よし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 、じゃあ行きますか、そしたら。白いケアパケ取ってこようかな、せっかくだから。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。ね、俺らするわ。うっ、やべ、待って、ちょ、ちょ、ごめん、ごめん、ちょ、どうした、どうした、どうした。あ、あのね、あれだ。とにかく当たった。追従があれだったわ。まだおめえになってたわ。切れてなかった。はい。切れてなかった。待って。大丈夫か？とまだ無事、ちょっと乗れん。革の帽子、布より革の方があったけんだな。AC マジでこれでさっきから死んでるからな。あー、クソ乗れない。あ、じゃあ待って、こいつ乗れない。 AC これ停止してんのかな、これ。あー、ありがとう、サンキュー。で、これ自分命令単体停止。コンコルドファルコン俺についちゃってきてる。いいか、みんなね。あれ、なんだこれ。やっぱそうだよね、この多分あれだ、鳥に乗って命令しないと来ちゃうんだ。優先みたいな感じでしょ、俺。お前をとりあえずこっちおいて。ギガノと今日も無理だったか、クソ。ちょっと待ってろよ。悔しいな。悔しい。ここに黒曜石あるよ。ナイス。あ、いらねえ。取っとくか。うわ、マジかよ。まじゃ、ラプト来た、助けて。うわ、これ、きちいな。白いってことはない。あ、もう、ないね。いや、ダメだ。くぅぅ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 。一応喋っといてほしいわ。オッケー。いや、だいぶ、これあの、そいつ、うん、近くにいるから、いけるけど、そいつらだけ頼んだ。いや、マジかよ。 800m。 くそ、生身じゃ、ラプトルにすら勝てねえか。生身じゃな。なんかさ、ちょっと正直さ、恐竜たちのせいかさ、うん、俺たち強くなったんじゃねえかって錯覚してるよな。あー、すげえわかる、それ。完璧にラプトルにはめ殺されたわ。一応回収したいけど、場所どこだろう。あ、大丈夫、俺でも自分できるぜ。自分できる。うん。あれは、あの、ヘルコンドルは。あ、ヘルコンドルはラプトルのところにいるから、それを探せばいいか。こいつ、うん、こいつかな。違う、これじゃない。まあ、負けねえんじゃねえかな、2匹いるし。さすがにね、うん。いや、あのね、2匹いないんで、俺のところに追従になってるから、もう1人。でもあとね、200m ぐらいだから。黒曜石があるぜって言ってたから、多分この辺かな。いや、大丈夫か。あ、金属以上来てると、まあそこそこいけるなって。金属以上以下だと溶けるだけだって、ラプトル。うわー、マジかよ。ラプトル5匹にも追われてるわ。何それ、そんなことある。じゃあギガの戦い、ごめん、いるから。これ以上の探索は、あ、逃げていい。うわ、マジかよ。あいつ魔物だわ。ギガノと、さっきのギガノと、なんか可能性ありますね。色は似てます。ジュン、ちなみにさ、うん、林で死んだ、それともあの斜面、斜面、斜面送った。あ、斜面で死んだ。斜面、ちょっと待ってな、これしかも俺もちゃんと分かってねえから、この辺かな。あー、マジか。死んじゃったかもしんねえ。ラプトルがいないんだよね。あいつはいるんだけど、アロサウルスみたいな。アロじゃねえな、マタエルがいるんだけどね。この辺かな、斜面って。いやー、まっちゃん近いよ、ね、頂上近い。あ、そんな近い。食い
もくれーじゃあ、あと 100m 待ってるよ、一応今、パターン B ジュンが死んだ、死ぬ可能性も考えて捜索に入ります。これさ、崖から滑り落っこっちまうわ。そうだよね、うん、つるんつってせめってさ、鳥さえ見つかればいいんだけどな。これは斜面じゃないしな。またやられてしまった。あれ、鳥か、鳥か。しゃあね、しゃあね、しゃあね。あそこしかもなんか口頭で説明してた場所死んじゃったな。お察しします。なんか全然いないわ、鳥もいないし、うん、多分でもケアパッケージの仕掛けだったとは思うんだよ。多分この辺だと思うんだよね、ケアパケ。ケアパケ取ってすぐ死んだべ。ケアパケ取って、なんかね、斜面の、うん、黒曜石のとかの近くでしょ。なんかね、ギガノドを追っかけていった方角。あー、どっちかっていうと南の方ってことね。俺たちが登っていった山の斜面の反対側ぐらい、一番最初に登ってったじゃん。はいはいはい、はい、その反対側に多分白いケアパケあったじゃん。そのちょい左ぐらいの斜めに木が一本生えてるところで死んだ俺。あの、山から見て左ってこと？そうだね。木の、あ、いた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 、ヘルコンドル、いた。ずっとラプトル戦ってたわ、まだマジか、ごめん。あ、ごめん、ちょっとやるしかないな、この野郎。てめえ、その近くの何かあれ死んだ、なすすべなく死んだラプトル3体はね。あ、あったあったあった、いいよ、拾う拾う。ナイス、もう家で待ってるわ。うん、あれ待って、あ、いたいた、こいつか？あれ？あれ？どうした？鳥がいない。アンジが。あれ？装備を強化しなきゃいけないのか。あ、いや、ジュンの先に拾っちゃおう。すまんの。ええよ。あ、屋根があると。あ、なんかいいじゃん。あれ？あ、ここだ。タペヤラ乗ってこっかな。でもな、多分これなんか繰り返すことになりそうな気がするんだよな。まあな、何が起きるか本当わからん。わかんねえよな。こいつ綺麗、なんか背中が。あれ、どこ行った？あ、これか？違うな。何を探してんの今？鳥がいない。あれか。ああ。わかんねえよな、鳥。ヘルコンドル。ちょうどね、山の陰で羽休みしたかった。こいつ四つ足で止まるんだ。あ、四つ足？かわいい。いや、これいや、もう黒曜石取ってこうみたいな気持ちもやめよう。ね、もう帰るわ。俺の。いや、400本回収してる。二次災害、三次災害が、うん、完全に三次災害まで起きたわ。こいつかわいい。段階的にさ、うん、おのおののさ、相棒連れて洞窟。まあそうしかねっか、うん、なんか洞窟限定のサウルスもいるらしいよ。洞窟限定サウルス、洞窟に生息するサウルスか。しかもさ、つよつよザウルス、バイオリトザウルスみたいなさ、いいんじゃん、緑の。うん、あいつ、海も渡れるから、うん、なんか今までさ、洞窟行ってさ、うん、あか、でけえ海だって行けなかったとかあったじゃん。うん、あいつのとこかも行けそうだな。ちょっとじゃあ行ってみるか。うん、なんかあれしててよ、準備しててよ。寒いかな、洞窟。てかさ、サイズがどれぐらいなのかっていう。何その洞窟に入っていけるサイズ。あ、例えばティラノサウルス入れんのかっていう。まあ、つよつよとまたよりでいけっか。うん、つよつよまたよるのうちらのストライカーじゃねえかな。でもさ、つよつよまたよるじゃもう通用しないようなやつもいそうじゃない。確かにね。だからあのね、
ティラノとかは食えるぜ。スピノとかティラノはもう全然食える。あまあでもギガノトはいないか、さすがに。ティラノはぬるかったわ。ギガノトいたらまずいな、あれはちょっともう戦車級だな。ほんと普通に多分打ち負けるよね。あとテリジノじゃね。あテリジノか、どっちが強いんだろうな。テリジノと運搬的にはテリジノ、あどっちがいいんだろうな。テリジノ強ってあんまり持てないんだよね。運搬考えたらメモリアルザウルスが結構持てるかもしれない。なるほど、まあいつも強いしな、あいつ万能だと思う。本当なんかさあんまりさ、うん、入り口が大きくなかった気がするんだよね。テリジノぐらいだったらいけるぐらいかな、ギリな。ちょっと行ってダメでしたわ、やだな。そうだね。あ、ワンチャンいいよ。俺があれだよ、帰り道通れるよ、多分そこ。まっちゃん、今もう帰ってきてる。帰ってきてる、今。またマップにおめえが表示されねえよ。なるほど。じゃあ、俺はなんかしてよっかな。今ね、ちょっと待って。3分の1ぐらい帰ってきてる。オッケー。お、剣だ。なんだこれ。GPS。これ何なんだ。おい、なんか死んだけど GPS 取ったぞ。こいつマジでいいぜ、滑稽みてえで。何してんだろうな、滑稽くんは。滑稽あれしよ。フィリピンでしょ。カンボジア。カンボジア。おめえが YouTuber やってんの知ってるよって言ってたよ。あ、あったの。あの3年ぐらい前に。あ、そうなんだ。うん、懐かしいな。チンポがクソでけえ、コッケくんな。20センチあるからね、コッケは。チンポが。身長よりでけえからな、コッケのチンポ。なんか、あれじゃねえか。まあ、2ちゃんのまとめで言うやつじゃん。違うな。ジーパンの。あれだったと思う。だから、中学校の時の、うん、その、陸上の大会で、はい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 、チンポがでかすぎて出たっしょ、ボロンってさ。あの短い短いから短いからな。しかもさ、彼俺覚えてるわ、中距離、あの長距離だったでしょ。そう、 1500m だったからずっとチンポです。俺見てたわ、そういえば。そう、コッケくん3本足ぐらい出したらしいぞ、あいつ。チンポがでかすぎてよくなんかヨッチになんかやられてたわ。ヨッチにいじられてたの覚えてるわ。やめてよってずっと言ってた。会いてーぜ、久々に。懐かしいな、うん、ちょっと洞窟取ってから行こうかな、近いし。まっちゃんまで 2000m ぐらいだな。そんなに遠い？ちょっと洞窟近いからさ、ちょっと穴見てきていいか。まっちゃん、俺が行こうか。洞窟近いなら。いや、ただ俺この翼竜3匹。あー、そっか。うん、俺ね、まあ、やめた方がいいな。洞窟、あの、ピンし刺してあるから、うん、大丈夫。いつでもいける。憂いないね。このまま行けばいい。つくな。あ、この辺食べれんのかな。なんか GPS 手に入れたわ。これなんだろう、お互いの場所が分かるとかあったらいいんだけどな。てか俺子供作ろう。子供？うん、あの、こいつ。いいね。あれ、どう触手いたっけ？うち。ビーバーぐらいしかいない？あ、ビーバーと。もう行ったら、あと、あれだよ。アンジたちだと。あー、でも、そいつらも同じだね。GPS わかんない。使えるかどうかわかんない。こいついいぜ。わかってきたぞ。何です？ロレア。俺陣置いとくわ。オッケー。で、どっからだ？ここから順か。こっから順か。おまちゃん、見てくれ。何？もうゼウス捕まえて、ほら見てくれ。おい、おい、いいんだな、おい。おい、まじゃあ。お前、ギガントにクマツすんじゃねえ、お前。いや、おいて、どこまで上がれるかやってみろ。おい、いいんだな、まっちゃん。
ゼウス、おい、ゼウス話すな。おい、謝るべりしてる、おい。おめえ、悪魔だよ、マジで。おい、お話すぞ。マジでよ。ちょ、F ボタン連打でキャッチするわ。あ、よかった。よかった、やらないで。HP30 しかないからな、ゼウス。こいつまだ、ほら、忌憚のない目で見てるわ。え、何が、今何かされたのって。悪いことなの、あれは、つって。お、何あげよっかな、ゼウス。魚肉かもしれない。なんか今さらさ、スタミナあげてもいい意味ねえ気がする。装備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 、水瓶。あ、攻撃なんだ、へえ。水晶俺持っとくか。これいいや、俺装備しとこう。なんで攻撃なの、こいつさ、首にさ巻いてたらさ、こいつにダメージ入んないのかな。だったら俺連れてきたいな、今回。あ、それ俺のか、悪い。どういうこと、現在位置を知ることができる、どうやって。 Thank you。 なんだこれ。あー、座標がわかるんだこれで。へー、あ、めっちゃ便利。11の分もあったらいいな。手に入れてしまったか、そんな便利なもの。うん、だから今俺53の35とかってあのすぐ言えるわ。へえ。うん、何それ、めちゃくちゃいいじゃん。うん、殺して奪おう、おめえを。これどっちが持つ方がいいかな。あ、別にどっちか、ね、あれ多分さ、純が持つ方がいいわ。俺純の場所わかんないから。いや、まあ、俺もわかんないから大丈夫だよ。あ、そっかそっかそっか。お互い出なくなっちゃったんだっけ。そうそう、わかんなくなっちゃったんだ。オッケー。あと俺はやっぱ自分の欲しいものは自分で手に入れるからよ、埋め殺して。あ、なんだ職人剣って。あ、それね、さっき手に入れた。職人の剣か、これ作業するか。整理、修理しなくてもよかったけどな。あとはもう単純にこっちの攻撃力上げる。やべ、マジックマッシュルーム試した。大丈夫か、マジで。なんだこれ、動けなくなっちゃった。毒に当たってる。なんか走り方おかしくねえか、何やってんのこれ。あ、あ、そういうことか。どこだ、だからか、持ってるから。さあ行こうぜ。ちょっとギガノトは無理だったな、悔しいな。うん、悔しい。魚肉って何これ。あっとね、そう、魚肉を入れといた方がいいわ、カワウソに。うん、カワウソに。ちょっとさ、ワンチャン寒い可能性あるよな。うい、帽子とか作っとくか、身側。これ左が俺のあれか、右がおめえの。なんだ、ねじねじ、あの家の中のさ、タンス。あ、そう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 、なるほど、ね、全然まだ稼働しないけどな。これやるとな、燃やさないと。あ、ガソリン超できてる。そんなすぐできるの？うん、もう15個ある。まあ、そうね。なんか恐竜が増えねえな。そうだね。あとはあの北に、うん、マンモスいた。マジで？うん、でげえマンモス。あ、そっちの方がまだ難易度低いんじゃねえかなと思うな。いけそうっちゃいけそうだな。うん、いけそう。あと水の中の生物も欲しいよね。あー、カエルとかね。うん、もうちょっと、あー、てかあれだわ、違う違う、水の中の
ジュン、あれよ、サメとかいたよ。マジで？うん、サメ。待って、行くかい。見やすくして。なんかさ、森みたいななかったっけな。さ、多分弓ってさ、さ、海の中で使えんの？ちょっとわかんねえやつ。撃ってみるわ。おう。お前サメ好きじゃん、お前。俺サメめちゃくちゃ好き。お前サメの映画ばっか見せじゃん。いまだにだからな。いまだに見てんだ。うん。B 級 C 級の映画のサメバーサスタコみたいなさやつとかの。結構、ね。ジョーズバーサスオクトパスみたいな。それ系。あ、撃ててるよ。あ、撃ててる。あ、じゃあいいか。この世に存在する B 級のサメ映画全部俺全部見てるわ。なんかねえかな。ちなみに今の流行りはアリだまんじゃん俺の。何？映画で？違う違う、映画じゃなくてアリの生態をずっと動画で見てる。あの断面図みたいなやつ。そう。じゃなんか旬、なんか旬があるんだな。興味深いんだよ。自らの体で。ああ巣を作るアリ知ってるか？知らねえ、何それ。軍隊アリ。軍。いや、それぞドラクエの敵じゃん。そう。自らの体で、ああ、軍でってことか。さ、なんか作業だよ。ああ、気持ちいい。行きます？そしたら。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。ちょっと一回整理しちゃうわ。なんかこの間にちょっとできることないかなって。あの行ってる間にさ、帰ってきてちょっとできてるよみたいなさ。なるほど、俺もちょっとじゃあやれるべきことやってるわ。キチンケラチン超増えてる。どうやって増やしてんの、キチンケラチン。なんかね、毛皮を詰めてたのよ、うん、そしたらあのやっぱ角系のやつだからいっぱいもらえる。あれ、あれこれ装備してんのか今。おめえのタンスによ、うん、たんまりうんこ詰めといたからよ。だそれは余計なことしやがった。いや俺決めたんだよ。お前、おめえのタンスをクソまみれにするわ俺これから。クソどうでもいいよ、ね、もうそれしかやんねえからな俺、仕事というか余計な仕事を増やしやがった。片付けるっていう。いやマジで俺もう今日それしかやんねえ。あ、ジュニー、これは渡すませした望遠鏡。それ望遠鏡作るわ、自分のなかったから。オッケー。はい、後ろに落とした。待って、今、ね、忙しいよ、うん。待って、これ緑のあれ消してえな。あとね、消せるよ。どうやって消すのこれ。ね、いい長押しして、英語でなんか、多分あると思うよ。木材、水晶、皮。右下かな。これ消しとけ。いい長押し。うん。できねえぞ、なんか。ほんと？俺とか、あれでも俺出てないから多分あれかな。それって人それぞれなのかな。 T E うん、 E 長押しで、うん、ショーなんかビジブルエリアってやつ、右下の方かな。あ、餌箱に行ってってことか。あ、そう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 。なるほど。待って、これおめえ今消えた。あ、消えた。そう、俺ついたわ今。え、そう。何それ。じゃあもう無理ってことじゃん、それ。もう無理っしょだね。どっちかかなんすかしじゃあいいよ、いいよ、あのいいよ、俺別についてもいいから別に。え、何それ、どういうこと。マジでなんでだろう、もうよくわかんねえな。オッケー、はいよ、いける、いつでもええぜ。テイムしに行くんだよね。そうだね。オッケー。あれ、肉がねえぞ俺。あ、渡しないかもしれない。あれ、俺望遠鏡どこやった？どこ入れた、もしかして。お気に入りだよ、カワウソ。GPS 一応持って、で弓いらねえ。ちょ、ゴミに入れよう。確かになんかカワウソ巻いてからもっちゃ寒くない、あの寒い演出が出ねえわ。いいねえ。それよ、それそれ。しかも熱い演出も出ねえぞ。なんかだからいいね。それがやっぱ万能のなんじゃないの、万能なんじゃないかな。どうやって捕まえたのこれ。クソかかった時間、6時間かかった。マジでそんな時間かかったんだ。じゃあしかもしかも、うん、カワウソ見つけたっつって、よーし行くぞって
行った瞬間、うん、初めてアークがクラッシュしてさカワウソの前でチャットしながら最悪だった。それでいなくなっちゃったの。それでいや、あの、なんとかそれでも一応オートセーブだから大丈夫だった。おめえ、ほんとは嘘だろ。ほんとは20分ぐらいだろ。俺信じてるからな。ちぇ、ほんとにマジで。いやいや、俺信じてしない。ちぇ、ほんとに。いやいやいや、俺信じてしない。めっちゃ時間かかった。いや、20分ぐらいでしょ。いや、ほんと視聴者が証明してくれた。ほんとに時間かかった。今コメント見てるけど、ほんとは15分ぐらいだよってコメントしかない。ふざけんな。おめえの視聴者もあれだよ。なんかおめえに教育されて、なんかそういう、あれだよ。歪んじまってんだってことは。いやいや、ほんとに。絶対そんなことない。そんなことない、マジで。25分ぐらいだったらしい。マジか。うん、ほんとクソがいっぺん歩邪魔くさいバカおめえ違う、それほんとうんこ使うらしい、どっちどっち。あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、了解了解。なんかクソ入れってあるらしいな、ちなみに。へぇ、これ俺がそういうの、細けの作っとくよ。オッケー、改ざんされてるわ。よし、じゃあ肉あげる。プレイちゃんと半分こしよう、仲良く。なんかやっぱテイムしたいよな。俺最近テイムのテイムの喜びから遠ざかってるもん。そうだね。じゃあボーラーさ、俺も持ってくわ。さすがにあった方がいいだろう。あれ瓶がねえな。あれ俺瓶2つ落としたぞ。か、わらかは石繊維。またわらか。わらあんのか。あれ瓶ってどこだっけ、ゴミか。なんかどっかに俺入れたなぁ、瓶。20作っちゃおうか。20作ってもいいわ。なんかあるかな。弓はいらないし、あ、クロスボウか。クロスボウは3個持ってれば十分でしょ。あ、そっか、俺順に弓は渡しちゃったわ、自分の分も。じゃあ今あるのは1,2,3,4,450本だね。まあでも上出来か。え、ナルコビリって結局量産はあれだよね。今アナログなんだよね。なんかないよね、ナルコビリのなんか。うん、タワマンザウルスでさっきいっぱい500個ぐらい取って、それを全部使っちゃったからね、この500個の。そうだよね、うん、なんかさ、帰ってきたらねえのかね。 なんかナルコベリー栽培とかって結局取りった方が早いんかし、栽培なんて見たらもんか。どうなんだろう。なんかナルコベリー正直あれだよね、帰ってきたらいっぱいできてたみたいなね。農園か、農園やっとくか。あったらまあ便利だね。あれ俺どこやったっけな。分かった、いいや。お前が裏で俺農園作っとく。やべえ、いっぱい作りすぎだ。20個作っちゃった。ボーラ、ボーラいる人、ボーラいる。ボーラはひとまずいらない。はい、どうせだったらガソリン火つけっぱにして生肉入れとくか。賢いね。うん、帰ってきたらいっぱい取れるように。何やってんのこれ。なんでさ、これアイテム持ってることがあるんだろう。アイテム持ってることがあるっていうのは、なんか変なアイテム。これ倒した敵から拾ってんのかな。あー、カワウソくんがじゃなくて、ファルコンかも。はい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 、あ、そうかもね。1、2、このさ、やっぱり今になってめちゃめちゃ効いてきたと思う、このね、うん、おめえの作ってくれたやつ。あのあれな、タンスな、絶対こうなると思ったわ。マジで効いてきてる。いや、なんならもう足りなくなってきてるね。そうだね。ちょっと仲間の整理するね。はいよ。これちょっとどんくらいかわかんないけど、一つを分けるにして一個置いて。何個焼けんだこれ。
もう一回全部いっちゃおうか。余ったやつは餌箱に置いとくか。あとここに置いとくか。ガソリンはなんか新しい旋盤もできたから文明が上がっていいわ。ランクが上がったね俺らも。あれ俺マジでなくしちゃったよ。何が瓶？瓶なんかねいっぱいあったんだけどね。瓶2個あったよね。俺落としたと思う。さっきこれは石はもったいないな。ねえな。じゃあ作っちまったら小石と何だっけ忘れちゃった。忘れる。もったいねえな。でも旋盤で水筒作れるんだ。へえ、簡単に作れそう。と旋盤のレシピ見てえな。つうかポイズングレネード電子基板。電子基板ってそうなんだ。ガイドだ。エングラムポリマーな。瓶だっけ。おっそう、水筒じゃね。水筒か。あ、ポリマー作れるようになってるね。セメントと黒曜石。近くのケーブルを動的に接続する。電線。あれ？発電機。電線。へえ、電線があるね。あれなんだっけ。待ってちょっと見てもらっていい。水筒、漢字で水筒。水瓶かな。瓶もしかしたら水って検索してみ。あ、それか解除してないか。解除してねえのか。俺今まで俺が作ったのかな。じゃあお前そんだけ水瓶をさ大事に大事に持ってた。確かにそうだ。俺ずっと同じ水瓶持ってたもん。お前からもらったさ、うん、一番最初のところでもらったやつ。水瓶めちゃめちゃなくなったから。なんかラプトルのに殺されまくった時にもらったやつ。 うん、あのさ暇の時さ旋盤行ってさ制作見てみ。なんかいろいろあるよ作れるやつ。これから俺たちが作れるやつこんなにあるんだってわかるぞ。マジか。二段ベッドとかさショットガン。あ、そうだジェンそうだ。おめえに見せたいもんなんだよ。水晶。川。イエーイ、オッケー。この腐った肉をじゃあギガノトちゃんじゃなくてこっちにあげとくか。いやー、ギガノト無理かー。めめチラついてんな。ギガノトがチラつくわ。やっぱあいつ欲しいわ。男のロマンだろう。そうだな、見ちゃったから。見ちゃったからにはな。うん、俺もいとこ。クソ背中の。へいへいへい。へいへい。オッケー。ジュン。ん？ほら見てみこれ。どこいる今。ほら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 。うわすげえ。ショットガンか。これねケアバケから出てきたんだよ。弾はないけど。大事にしたいね。これ大事にしたいこれ。殺して奪い取るべ、おめえから。じゃあこれは俺はおめえのボックスに入れてあげようって思ったね。でもなんか入れてくれてたよね、一個。なんかさ、これライフル、ライフル入れた。ほら、これ修理が必要だと思うんだよね、多分ね。おめえクソまみれじゃねえ。旋盤か。
ここに入れとけばいいのか。修理、修理どうやってやんだろう。まあいいや、多分あれだね、素材が足んないよね多分ね。うん、作業台で修理できるぞ。作業台で修理、旋盤じゃね。あ、作業台って書いてある。作業台ってなったらこいつらじゃ無理なのか。いや、多分大丈夫なはず。何が足んないだろう。ついてるな、ゼウス。あ、やっぱ作業台じゃなきゃダメなんだ。作業台じゃダメなんだ。あ、そうなの。作業台ってまだ作ってないよね。作ってない。一個作るべきか、俺ら。一個作っとこっか。じゃあここら辺にさ、作業台とか炉とかちょっとやっとこうな。お、へえ。そう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 、これね、あれすんだよ。ここでなんだろう、いろいろあの制作のところとか見て。はあ、いろいろ文明が上がってるでしょ。なるほど。俺も全部見てないんだけど、武器見てみようか。え、なんかやっぱロケット砲とか作れんじゃん。じゃミニガンとかあるぜ。マジってる。俺あれすべ、おめえがさ、いねえ間にさ、ミニガン作ってこの家全部ボロボロしてやるべ。ふざけんな。やつだけにしてやるべ、俺のミニガンで。バイオ5みたいなの。バイオ5の兄弟。あっつってさ、言ってくれて。でもさ、これこの前マジで焦った。下にさ、うん、アルファのラプトル来てさ、うん、ここ柱にずっとさ、黄色の200ダメージがダダダダダダダってさエブロックのバーストみたいに出てたんだよ。死ぬ。マジで焦ったもんだ。ダダダダダダダって1個壊されたくらいじゃ大丈夫でしょ多分ね、多分ね。で、エイペックスさ、ヘムロックなくなった。そういえばあるよ。あるんだ。なんか今ここ1ヶ月くらいヘムロック見てなかったな、それは。確かにあんまりね、ヘムロックの。ヘムロックってなくなってない？なくなってはないけど、あるよ。むしろなんか強くなったんじゃないかな。今久々に聞いた。おめえといえばみたいなとこあんじゃん、ヘムロックはな、うん、よし、いきますか。肉大丈夫でしょ。あ、ここか。ずっと行っておりたっけ。こっちから行くと思うか。よし、いける？いけるで。ちょっとマジで大丈夫だな。一応水分、あと飯も食っとかないと。ちゃんとおめえの特にクソもいっぱい。俺のクソも入れとくべ、おめえの。人間のクソはいるのかよ。人糞。人糞。やだ、こんな人プラって何使うんだ。酒でも作るのか。トンするよ。いいじゃん。お前、俺の炭素フンコレクションすんじゃねえよ、お前よ。はえーわ、しかもお前の動きが。きったねえな。よし、行こうぜ。いいぜ。何で行く？俺は強強で行こうかな。オッケー、じゃあこれまたやりでいく。ちょっと待って、強強がめちゃめちゃ肉持ってた、もったいな。またやる。肉入れる？いっぱい入れてあげようか。でもあんじゃないかな。あ、こんなもんでいいぜ。あ、もう、うん、こんなやらないか。どうせ、うん。じゃああとは、あ、どうせだな、確かに、うん、じゃああれしよう。あ、パンパンなっちゃった。おめえがマタヤルに乗ると乗るのもなんかあれだな。久々だな。久々だな。マタヤルも嬉しがってるわ。よーし、ちょっと遠いぜ。遠出になるぞ。次はどこ行くんだっけ。洞窟。あ、オッケーオッケー。タイムしようぜ。まだ見ぬ。なんか便利なやつとかいそうじゃん。待ってな。おいおいおい、よっしゃ。あ、でも近いわ。あれ、またいるとこだ。またレッツゴー、ゴーゴーゴー。早い、またいる。早いよ。強強も早いよ。強強も早いな。強としか海だから早いべ。早い。あれ、4人か。
違う。いやカワウソ死なねえようにしなきゃな。夢が7時間かけて捕まえてくれたんだもんな。そうなんだ。俺もまた今度7時間かけて俺の分も捕まえよう。さすがになんかさらにプラスで追加で捕まえようっていう気になれなかった。友達捕まえてやろうかなと思ったけど、なんかでもさ、ちゃんとさ目を凝らしてればさ、うん、いそうじゃない。まあそうなのよ、多分ね、うん、魚よりもちっちゃいからシラスみたいな感じよ。へえ。体力相当低いからな。なんかこういう結局首に巻いてれば大丈夫なのかな。いや分かんねえ、俺燃えてきちゃったで。あ、まあいやいや、ちょっと大丈夫でしょ、多分死ぬ気で守るよ、うん、また揺るがいるから。あの俺が巻いてたやつも多分大丈夫だと思う。覇王いたねえ、覇王。覇王、そうそう、あいつたまにアイテム盗んでくれるらしい。覇王と魔王が、うん、ついてきてるか。ついて先行っていいぜ。わかる俺の場所多分。しかもさ、洞窟だから入ったら俺もワープするでしょ。あたださ、これ確かに恐竜が待って、違う、ん、寝袋作っとこう。寝袋すぐ作れるから。あ、そうだね、それスタミナ回復してる。オッケー。なんか肉食獣やっぱスタミナ減るの早いな。こいつもスタミナを上げ始めた方がいいのかもしれない。皮と繊維ね。俺の分も作ってるから1個。よかった。ベッドじゃなくていいと思うんだよね、多分ね。繊維取れるような場所がないな。あ、これだ。あれ、やべ、来た。ね、山の方だよね。そうそうそう、もう俺の場所だね。またまっちゃんの場所が分からなくなってる、ちょっと待って、待ってるよ、ジュン。40のな、47。40の、うん、47。 40? 横40。ちょっと待って、これラとロンってどっちだ。ちょっと待って、一回マップ見てみるわ。そうだね、横40の、あ、ごめん、縦40の、縦40、うん、はい、横47。見て、そうだな。うわー、テリジノいる。降りたら危ねえな。持てるか。あれか、あ、そっか。大丈夫かな。あ、びっくりした、カワウソかと思った。カワウソいたらお前や、まあ、カワウソテイム超かわいいぞ。あの魚あげるんだけどさ、しかもカワウソってさ、あれじゃない、水辺じゃない、やっぱ。あ、山とかにいないでしょ。なんかマリジェン、なんかサーベルタイが来たわ。俺だな、俺を狙ってる、俺を狙ってる。なんでこいつだ、俺を狙ってるんだ。まだいるな。ね、キー倒すわ。はいよ。詰まって死ぬ。ああ、あれはブロンとか。あれ、こっちの方とかも地味に来てなかったね。もう上は多分あれだな。すんげえでっかい川、滝があったとこかな。のどかじゃん。エリジンがいる。久々に望遠鏡。28。もうブロントザウルスも仲間にしたんだもんな。そうだね、なんかだから結構もう満足したなと思ったけど、やっぱ意外にまだまだいるのね、ギガントいるってことは。そうだね、まだまだいるんだろうな。ギガントがゴールじゃないだろ、おそらく。エイジン、ここだぞ。ここや、ここで。じゃあ寝袋置くから、おめえもパタパタっすね、寝袋。うん、ちょっとテリジノ倒しちゃうわ。はいよ、なんか事故りそうで。
待って、じゃあ俺もお貸して。うん、渡すね。うん、つよつよの足元に落としとくわ。あ、そっか、海の生き物いるもんね。確かに。おい、ケツァルコアトルがいるらしいぞそれ、FF8 の召喚獣じゃん。雷のケツァルコアトルって、ヘビか、コアトルか。鳥じゃない？鳥なんだ、ケツァルコアトル。神じゃんな、神。寝袋ってどこでも置けんの？寝袋はどこでも置けるはず。どうしようかな、じゃあここにしようか。よし、じゃあ置いたら、じゃあ行くぜ。よし、じゃあ乗って、よし、行こう。ゴー、ゴー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 。うえぇ、あれ、なんだ、なんだこれ、刺す。あはははは、うわうわうわ、待て待て、え、待っちゃう、待っちゃ、大丈夫、落ちた。いや、俺ケサルコアトルになっちゃった今の中に閉じ込められた。なんか、なんとか出れない。じゃあ、待って待って、もう一回行こうか。あ、オッケーオッケー、出た。あ、出た、俺が出たわ。あ、センキューセンキュー。ね、これさ、チューン、ん、絶望だったわ。なんで？あのね、まあ一回行こうか。うん、入ろう。じゃ、俺がさ、先行っていい？あ、いいよ、いいよ。で、ま、すぐ、まっちゃん、出てきて。来てる？オッケーオッケー、ありがとう。いいよ。あ、おめえになっちゃうんだ。あ、これもしかしたらこいつ、またゆる入れねえかもしんねえ。一回出てくれ、まっちゃん。オッケー。やべえ、これそういうあれだよな、多分。まあ、これぞバグだよな、多分な。またゆる入れねえかもしんねえ。おめえの後ろついてくわ。じゃあさ、あれしたら、おめえ一回さ、うん、あの、あ、交換しよう、交換。追従、あ、そっか、そう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 、え、追従の方がちっちゃいんだ。そう、追従の方がちっちゃいのよ。肉食ってる。ちょっと待って、入れない。どう？あ、いけたいけた。じゃあさ、これさ、落とし穴みたいになってるから気をつけて。うわ、ほんとだ。これ、はい。お互い多分乗り慣れてる方がいい。乗り慣れてる方がいいな。なんかこれ何手に入った？俺パチンコ手に入ったよな。へぇ。ちょっと一回見ていい？ メニュー。いいよ。あ、なんかパチンコ手に入ったわ。なんかよくわからん。これ、これなんだろうね。これは関係ねえか。これなんかただのあれじゃない？うわぁ、あ、コウモリ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 。あ、虫いっぱいいる、虫いっぱいいる。あ、レベル高い。鬼子、鬼子に振り、で、なんだ、ジュン！まあ、行く行く行く。正面にいっぱいいる。行くしかねえ。なんだこれ、アラネオ。アラネ、アラネオモーフス。うん。うわぁ、なんか雲がいっぱいいる。毒になっちゃったけど。うわ、蛇だ！ムカデのジュン！うわ、やばい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 。アースロープレイヤー。アースロープレイヤー。で、虫も仲間になるんだよな、もちろん。肉か。わかんねえ。右上にコウモリがいる。オッケーオッケー。なんか何匹か取り来てな。せめて。これなんだ、これは。これなんだよ。鉱石かもね。カンカン閉めるわ。どう？あ、水晶水晶。じゃあ、帰ってみてもいいんじゃないか。うん、そうだね。あんまり。重くなっちゃう。大したことないわ。うん。やべえ、あー、この先にまたバタフライいる。なるほどなるほど。じゃあ腐肉らしいぞ。お、あげるの？お、多分あれじゃない？気絶させて。あ、左にあれ、やべえやべえやべえ。じゃあ、オッケーオッケー。うわ、こいつ気持ち悪い。気持ち悪い。キチンがめちゃめちゃ手に入るわ。アースロークローラー。あ、うわあ、やべえ、ちょっと強い。こいつ強いね。いくつレベル？72か。アースロープレラー強そうだな。いや、虫のさ、テイム方法ちょっとどうするんだろう。わかんねえ。麻酔銃か。これ何これ。やってみる。これ何これ。フンコロガシ。あ、ふ、あ、じゃあなんかアイテムあるよ、こう。あ、大丈夫。くそ、困りきれない。あ、入れる。おめえに任せよ。奥に宝箱あるわ。オッケー。あ、待って、俺のとこにもあるわ。上手。くっそ、これメガロドンかな、今の槍。ロックウェルの日記だ。これあれだよね、多分経験値のバフだよな。あ、そっちにもあるんだ。へえ。こっちにもあった。よかったな。そっち行き止まりだった。どっち？
あ、お弁当、あ、行き止まりじゃねえか、お弁当。ちょ、拾っとくか。おお、サメだ。メガ、メガロンドン。メガロドン。メガロドンか。ごめんなさい、さすがサメ、サメ好き。クソでけえからな、メガロドン。あれだろ、あの、もういないやつでしょ、今。そう。絶滅しちゃったって。先行くぜ、まっちゃん。あ、これも行ってる。あ、どっち行ってる？多分下に普通に。あ、オッケーオッケー。分岐してるね、これ。クソ。ちょっと待って、待って、なんか黄色のダメージが。これサイズがさ、わかる、絶妙に。ここうわ、今日オニコテリスク112か。112となるとやっぱ結構強えな。え、何テリスクポコジエル、どうした？何言ってんだお前。え、これさ、まっちゃん海あんじゃねえの。海だな。あ、虫やばい、左側、左側、左側、行こう行こう行こう、俺行こうぞ。アウスロープリな。あ、なんかいる、蛇だ。ボアがいる、ボア。待って、危ねえ。よしよしよし。あ、黒曜石もんじゃん。待って待って、待って待って、待って待って待って、待って待って待って、危ねえ。こいつマジでやば。112だってレベル、やば。ちょ、回復しよう。あ、やべ、あ、やいや、あ、落ちちゃった。あいつは大丈夫か、お前のカワウソは大丈夫。よし、空腹。どんどん攻撃力上げて。危ねえ。ムカデ装備溶かしてくるんだって。なんか変な魚いる。何これ、メガピラニアレベル100、初めて見たわ。ピラニアも仲間になるのかな。なりそうだよね。なんかしかもさ、この中レベル高い気がする、敵の。敵高いね。ね。メガピラニアレベル80。まあちょっと、ごめんどこ行くか。おっふぅー。なっちゃん助けて。ちょっと待って待って待って。うわー、なんか軍隊官に見たけど。やべ、こんの野郎ってやめー。お前、大丈夫か、落ちたべ。落ちた。でも大丈夫。登ってきた。これどの野郎だ。危ねえ。これなんだ。え？ふんころがしか。ふんころがし綺麗すぎるだろう。なんかここオーラみたいなんだ。あ？なんでこのオーラ。なんだこのオーラ。え？なにこれ、なにこれ、なにこれ。うわ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 。これなんだ。このオーラなんだ。わかんねえ。前もこういうオーラ、あ、これなんか重たくなってるな。ちょっと待って待って。やばい。ちょっと10マスな。だめ、1マだ。3分の2以上ある。ナイス。これなんだろう。あとで見よう。ここがゴールか。これなんだこれ。取ってみる。やべ、なんか、あ、アーティファクトある。やべ、あ、待て待て、こ、ごめん。てめえ、この野郎。ちょ、大丈夫、大丈夫。あぶねえ。ちょ、あぶねえ。はまった。え、くそ、これ、これね、なんだ、なんだ。大丈夫か。ちょ、よし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 。クソうぜえマジでコウモリ。クソ、ここなんだ。うわ、残り、よし、危ねえ。やべ、大丈夫か。なんかやばそうだな、そっちな。クソ、あぶねえマジで。これ拾おうとしたらコウモリめっちゃ出てきたな。あぶねえ。あ、道理で強え負けた。なんかこいつ強かった、特別。うわあ、危ねえ。もう一回ちょっと行くか。降りるぞ。危ねえ。取り行くぞ。イベントリーを開く。賢者のアーティファクト。前も取ったな、なんかな。狩人。一人につき一度だけ。一人につき一度か。お前も取れる。賢者のアーティファクト。ちょっと待って、今こいつの HP を回復させてあげてる。
ッケーオッケー。やべえ、またいるじゃん。なんか限界が近いかもしんねえ。あのさ、洞窟探索向きじゃなさそうだな。ちょっともうちょい小回り聞く方がいいね。なんかいねえのかな、もうちょいの。あれ待って、これは9でしまうと。ね、なんかさ、テイムできねえかな。フニックある？フニックあるよ、1個だけ。あ、ほんと腐らせるか、ちょっと。なんかお前、ムカデとか捕まえらんねえかな。もう肉腐らせ職人だぞ、俺は。キラコレオってだっけ、ダイヤウルフが強さ、ダイヤウルフ、あー、狼か。いた、そんなやつ。いたいた、あのね、山の方にいる、あの、雪山。あー、なんか聖剣伝説のさ、あの、狼みたいな感じ、ね、うん、ダイヤウルフ。もうここはいいのかな、ここいいのかな。もうなんかでも、なんとかなったな。でもちょっと狭いな。狭いね。うん。なんとかなったな。だいぶキチンケラチンが溜まったね。詰まったわ。うん。あ、クマも、クマ強そう。確かに。クマとゴリラね。クマ。うん。あれ？あ、そうかそうか。おめえから。うん。よし、よしよし、じゃあなんか土産捕まえ行こうよ、なんかついでに。だね。うん、あり余ってんだろ、まだ。北の方行ってさ、熊だのなんだのさ、捕まえようぜ。強いやつな。うん、熊だのサーベルタイガーだの。ほらほら、あそこの北の山あんじゃん、ジュン。ケイソンのパイオツ山。あー、そう、ケイソンのパイオツ山。もう、クリモイちゃんのパイオツ山とケイソンのパイオツ山のそこにいるのよ。なんかもうさ、最近俺らそうやって話すじゃん。普通にもうみんな見てるらしい、俺の話。あ、そうなんだ。あ、そう。怒られるな。だから別に怒らないでしょ。俺たちならもうそんなね、そうだ、空気悪い。俺だってあれ、俺あれだわ、宇野ちゃんの元カノに俺怒られたの。マジか。ああ。なんて。なんかいろいろ、なんか俺の昔のエピソードがさ、うん、これあんた私のことでしょ。キーっつって。じゃあまあそういう面白怒られでしょ。ガチ怒られじゃないでしょ。そうガチ怒られじゃないやけど、ね。まあそんな俺も死ぬほどあるぞ。マジ死ぬ。あ、まあ確かにおめえはあれ、うん、おめえもそうだもんな。みんなのエピソード言ってるもんな。そうそうそう。ただ一つ言われたわ、ホズミってやつにさ、うん、でもさ、これってさ、まっちゃんちょっと持ってないって言われた。まあ、それ持ってない話を、持ってない話をさ、あの、記憶がやっぱ薄れてきてんじゃん。まあね、昔のことだろうな。そう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 、いや、ほんとなんだよこれ。あ、ジュン、どうした？目の前、マンモス、マンモス。マジか、うん、うわ、ほんとだ。まあ、じゃあちょっとこいつら片付けない、まず。そうだな、周りのな。な、なに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 なこいつ、なんだこいつ。耐えおどん。ヒューガ小次郎がいた。周りのやつやっちゃうか。周りの肉食。あー、こいつ強かったな、テーブすればよかったかもしれない。こいつ、なんだこいつ、ハートマークついてるぞ。だ、ジュン、これがダイヤウルフだ。ダイヤウルフか。なんかマンモスすげえ猿みたいな動きすんな。え、ちょっと待って、マンモス大丈夫、負けないそれ。あ、負けそう、押してる気もする。あ、やばいやばいやばい。いや、でもやったらね、あ、でも俺たちもう敵対しちゃうかも。あ、やばいやばいやばい、うん、あ、いやだいやだいや、帰ったこれマンモス行くか、じゃん。こいつから毛皮か、なるほど。ちょっと待って、うわ、じゃ麻酔や、俺持ってきてないわ。俺麻酔450本ある。そうだ、あれだわ、お前に全部渡しちゃったんだ俺。あれ、あ、なるほど。ちょっと待ってね、待って。いよいよ。スタ
ミナ曲げに行くか。最後か。行く。あ、麻酔や、麻酔やくれる。はいよ。スタックを開ける。はい。これじゃ250本。メス。レベル12と、あ、68がいる。ただ68の方がさ、傷ついてるからさ、ちょっと回復しないとさ、死んじまうぞ、あれ多分。あ、メスとオスだ。あ、つがいだ。つがいか。ほんとだ。オスマンモスが68なんだ。マンモスは、なんか使えそうだな。ね。使えそうだろう。どうしよっか。これ、そうだね。あれ、オスナウマンどこ行った。あ、またやってる。あ、またマンモスいる。え、マジね、ケブカイサイがいる。ケブカイサイ、うん、マジでマジで。これレベルは、あー、いたいたいた、これいたわ、いたいたいた。なんて名前だ。ケブカサイ、本当にケブカサイだわ。マンモスレベル4、マンモスメス56、右の方。あ、じゃあさ、レベルの高い方、両方スワッピングしよう。ちょっと待って、スワッピング、でも、もしかしたらメスメス？あ、そっか、なるほど、スワッピングっすか。うん。じゃあさ、あの、レベルの低い逆の性別のマンモスを殺すか？眠らして、あれしよっか、片方食っちまえばいいしよう。これさ、ただ攻撃したら多分来るよな。あ、じゃあ俺が撃つから、まっちゃんもし襲ってきたらさ、レベル低い方殺してくんね。うん、でもさ、この距離いたらさ、向こうのナウマンも落ち着きそうじゃない？来るな。来るな。じゅんじこ行った？ここにいる。これ。あ、紫のキャバケもある。北に。そろそろ回復したかな。あ、わかんねえ。行ってみっか。ちょっとじゃあさ、こんなに暖かい格好してるのに寒いんだ俺。またエールをさ、ちょっとこっちに置いとくわ。はいはいはい。うわ、向こうの方に。やばいな、マジ、こっちもやべえぞ。なんかいっぱいいるぞ、肉食。それ何それ。わかんねえ。もうびっくりした、これ大王丼だ多分。これダイオドン、これ何これ何これ、バフみたいになってるし、これ多分バフになってるね。うん、攻撃のバフみたいになってるね。しかも HP もめっちゃ高いんだけど、こいつ12レベルなのに。ね、松明つくよ、確かに。え、なう、あ、バカお前、ラプトルやめろ。ラプトルいる。あ、だ、杖でも吹っ飛ばし効果があるのかもしれないな。あ、待て、逃げよう。おかげ、逃げよう逃げよう。目の前に血だらけの 何かがいる。ダイオドンかな。あ、向こうにもナウマンいる。いっぱいいるな。ちょっと待ってて。いや、一回、これなんだこの赤いバフは、マジで。強っ。あれ、よし、あ、いるね。32104。まちゃん104。マンモス104。オス黒毛最強。104はでかいな。うん、ちょっと待って、一回回復する。できるはず。欲しいな。ちょっと行くからな。無礼だぞこれ。これさ、もうマンモス黒毛以外やるか。これやるしかないだろう。ちょっと一旦一匹に絞るか。これそうだね。あ、手前の、ちょっと待って、ね、うん、こいつが100、こいつが100、こいつ、こいつ、こいつ、黒毛ね、黒毛ね、黒毛マンモス、ね、今俺が、こいつ、この、はいはい、この訪問マンモスね。あ、だだだ。じゃあさ、あ、待って、じゃあ そいつさ、見ててくんない。じゃあさ、そいつをさ、銃で撃ってさ、こっちにおびき寄せて、こっちでやるか。ええよ、ええよ、ええよ。ちょっと待ってね、俺こっちで綺麗にするわ。はいはいはい。
丈夫だな。耐えてもこれ寒いんだ。ねえおめえさん、これここで死んでない？全然。やっぱ俺ダメだ、怪我はでもダメだわ。マジか。うん、こっからここの位置からは平気だけど。マジだ、マジか。待て、助けてくれ。HP半分落ちて。てめえ、イーグルインシュルよ、こんな野郎。やっぱ強いな。すげえ、アルファラプトル。マジ強え。経験値超うまい。忍耐力上げるか、確かに。確かにそうだな。ついにそういう時代になったか。ああ、でもまだ上がらんねえわ。あげらんねえ。とりあえず、あれ攻撃では。あれ腐った肉は。腐った肉？俺肉腐らせてたのに。こっから来たかダメなんだな。もうレベル上がらないんだ俺。あ、そうなんだ。え、どういうこと？あ、本当だ。何分の何ってないわ。多分105でおしまいなのか。マジかよ。レベルマックスなの俺。振り直しは料理でできるんだ。あ、ボスを倒すと上がる。あ、マジか。てか105なんだもう。悲しいね、なんかね。おお。まあ、じゃあさ、そっか、私は恐竜になれないんだな。ん、ここで夜のあれすっか、野営地にする。うん、ここにさ、無抵抗で置いとくからさ。うん、え、中立にしといたら。あ、中立、中立か。うん、ここまでだったら。俺ちょっと、あれしてくるね。ナウマンゾウ。あった。捕獲してくる。とりあえず、あの、俺もヤバくなったらここまで一回戻るから。オッケー。そっか、何がヤバいってさ。あ、こっちだと無理なんだ。何が？ここはさすがに寒いんだ。あ、やっぱ寒いよね。うん。え、どうしたらいいんだろう、これ。俺火持ってても寒いもんだって。あれじゃね、やっぱさ、昼にやった方がいいんじゃないか。あ、昼だね。あ、そうだね。昼、ちょっとやっぱ夜行くもんじゃないんだな。装備変えろ。いや、やっぱ襟巻きだからだ。いやでもさ、純が結局さ、まあ、じゃあ そこでも寒い。そこでもここは大丈夫。なんだ、カワウソ来てもダメなんだろ。なになになに、やばいやばいやばい。やっぱこれ布じゃないっしょ。これズボンだけ布でしょ。そっちにおびき寄せるぞ、もっちゃん。あ、行く。オッケーオッケー。そっちにおびき寄せるね。はいはい、足折るのが早いで。それで狼とかやっちゃうわ。この辺いるから、じゅん。うん。なんだなんだ、こいつなんだ、こいつ。あ、行ってるぞ、行ってるぞ。オッケー。104いいよ。うわ、吠えた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 。やっぱり川来てもダメだ。鼻の先が弱点だ、こいつ。全然の音だった。押せえな、でもな。押せ、押せ、押せ、押せ。うん。いける、いける、いける。俺の足速いからな。何このテーマ。やべ、でもかもちゃん大丈夫、大丈夫、全然平気。あんまりさ、恐竜の方行くと恐竜が攻撃しちゃうぜ。ちょっと待って、あ、そこそこ、確かに。よし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 、いいよいいよ、いけるいけるいける、いいよいいよいいよ。あ、いいねいいね。なんだこの単語みたいな BGM は。俺は BGM は聞こえない。よし、肛門肛門、このケツだな、お前。え、なんで BGM 聞こえないの。お前ケツ絶対ガビガビだろ、そんなお前。冬の地域で。逃げるぞ、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 逃げるぞ。お前のこのガビガビのところ。あ、待って、待って。走走走走走。やったー、やったー。よし、絞りあるよ、俺多分。え、これ名前持ってるか。肉じゃないでしょ。え、肉じゃないの、マンモスって。マンモスって肉食わねえだろ。
え、そうなの？ベリーじゃない？ベリー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 燃えとくわ。何？メジョベリーだよね。メジョ燃えて、お、持ってるかな俺。メジョ、置いた置いた。メジョいる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 。多分ゾウだから草食じゃない？でも雑食だよね、本当はね。厳密に言うと。ちょっと寒いからあれすれば一回。オッケー。こっち行くね。あ、そっか、リンゴとか食ってるわ。だね。メジョベねえかな。メジョベ1個入れたよ。俺もメジョベ6個ぐらいは入れてる。あ、ほんと。もうちょい人じゃない？これそのダイヤウルフってやつも捕まえてみたいね。なんかさ、この辺にいっぱいいるね。いた。で、なんか群れ作ってさ、行けばさ、割となんか洞窟とかでも有能な。確かにいいおとりになりそう。いいおとりっていうか、いい相棒になりそうだな。いや、これナウマンだったらいくらでもいけるわ。いけるね。うん、68。あ、ほんとは草食だな。強ナウマンいねえから。強ナウマン、でもこんだけ簡単にテイムできるってことはあんま強くないのかな。あー、まあどうなんだろうな、ね、あ、ただなんか北の方にしかいないから、なんか特殊な性能あってほしいな。なんかさ、攻撃力がアップみたいなことしない？周りの味方に。そんなことないかな。してるね。なんか吠えたらさ、バーって。なんだあれ、獅子神がいた今。獅子神とか、それ本当のあれでしょ？鹿じゃなくて、オス鹿じゃなくて。うん。獅子神。獅子神。獅子神はテイムしないとじゃん。じゃ、どこ行っちゃった？なんかね、光ってた。どこにいたんだわ。あ、68のメスが一番近いかな。レベル高いかな。あ、オスか、これも。オスか。獅子神見たいんだけど。なんか光ってたぞ、向こうの方にいた。なんだ。あ、こっちも移動できるね。あー、ティラノいるな。ミスマンモス。なんだあれは。あ、なんだあれ。あー、仲間になってる。155だって。やば。やば。やばいっしょそれ。こいつ何をあれすんだろうな。うーわ、ちょっと見てみたい。やば、こんなに角。うわ、でもじゃあ1回の遠征で肉ってやっぱ70じゃ足んねえな。もう30弱だわ。ああ、俺卵食ってるから今回あれなのか。ああそうなんだ。え、何焼いて食ってんの卵。ああ、じゃあ普通になんか落ちてる卵をパクパク食ってる。ああそうなんだ。うん、マンモス155。やばやばいよね。ちょっと見たいわ。しかも早い、意外と早いね。ね、トコ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 ってハマってる、ハマってる、ハマってる。マンモスがマンモスでハマってるわ。俺食ってるか。あ、マンモス毛皮になるのか。へえ、殺すか。てか俺の毛皮になるわ。お前のあっちは、あっちにいる、あっちにいる。いた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 。155やばいな。えい、ちょっと待ってて。うわ、見てみたい。なんだこれ。食料1万7000ってすごいね。すごいね。やばそうやね。うん、重量上げた方がいいのかな。何系なんだろうな。なんか補助系って感じがするわ。なんか相手の攻撃力下げるみたいな感じじゃないかな、こうやって。な、戦う系じゃなさそうじゃないこいつら。そうそう、なんか割と。どうする、マンモス1匹だけにしとく？なんかもう1匹他の捕まえよ。じゃあ、あれがいいよね。この北にしかいないやつがよくない？なんだっけ、さっきお願いしたやつ。ダイヤウルフ。ダイヤウルフ。オッケー。
頼む、この明るいうちに行こうぜ。竜の岡目何太鼓を叩くと、うわマンモスのサドルで太鼓が使える。木の重量 75% カットだって。 75% カットやばくね。 75% カットやばいね。うわなんだこれやべ、どうした、大丈夫、行くわ。何こいつ、プロビア、やべ、あ助けてくれ。あれあぶねあ、銃も、ね、狙われてるわ。あ、違った違った違った。あ、まあまあ、あぶねー、あぶねー。なんかさ大丈夫あれ、あれ何わかんねえ。あれ何ザウルス、なんかすげえ群れてるぞ。初めてだ。ユーティラヌスだって。ユーティラヌス、うん、メスユーティラヌス。これ何なんだ、いや明らかにこれティラノサウルスじゃない、ちょっとやばいだろ。うん、何あれ、うわこれ捕まえじゃん。あーでも寒いなここ。ちょっとさ、あのちゃんとさ準備しないと、そいつやばそうじゃない。こんな足速くて速くない、そうだってティラノサウルスだろ要は。マンモスが食われちゃうな。だよね、ユーティラノスね。じゃここちょっと覚えとこう、マップ GPS を俺が開けばいいや。鳥がいればね余裕でテイムできそうだけどね。30-46、まあ40、まあ、縦から言ったらバレか、46-30ね。オッケーオッケー、シムミオ。じゃあとりあえずとことこ帰るか。そうだね。あホワイトタイガーいた。これかこれ、これサービスタイガーだ。こいつらもうマジでさやりてる方でしてるわ。あなんか吠えた。あ吠えるとなんかキラキラ光ってんな俺たちが。攻撃力上がってんのかな、わかんねえ。うわなんだ、めちゃくちゃ巻き込まれてた。なんかよくわからん。ちょっと行くわ。サーベルタイガーがかっけえ、ジャンプして。この先にいたのが、え何あれ、なんかやばい、え、なんかやばい、あそこやばいね。あ、ユーティラノスだ、やっぱり。逃げたいね。逃げよう、うん、こっち来てる。いやここのバイオムやばいな。やばいね、うん、あのさ、アロサウルスじゃなくて、あのカルノと倒す。よし、とりあえず方向的にはえこのまま。あれまたこいつあれか、でしょ最終設定全部オフになってる。え、なんで分からん。ちょっとここか、すげえ肉いっぱい持ってる。あ、オフになってんだ。なるほど、それ分かりづらいよな。オッケー、ユーティラですね、覚えた。じゃあこっからそっち行くと山になっちゃうから。オッケー、南に行くよ。褒めついていくわ。オッケー、あこれダイヤウルフだ多分、レベル4か。うわ強っ、これ強くね、これ捕まえていい、これダメかな。あでも攻撃しちゃうか、ちょっと攻撃。いや、うん、なんかやばい、変なもんね、これ。で、ラプトルのメカもいたわ。だね。初めて見た。テックラプトルってやつ。なんかこの辺、今まで見てないなんかあれだな、混ざり合いが。なんだなんだ、あ、出た、トロードン出た。こいつだけは、やっといた方がいい。なんかあの辺も血だらけの、あーラプトルか、ラプトルたちだな。だってここ山は登れないから、山から左回りで行くぜ。何やってんだマンモスお前。なんか誰か戦ってる。マンモスさあれだ、吹っ飛ばし効果があるわ。ああ。
って、いいね。マンモスは、あ、なんだ、何やってないんだ。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ食べてる、鼻使って。いくぞ。肉食ってたら。マンモス増えたら賑やかになるなぁ。で、ね、ガゼン、やる気になるね。あー、パオーンなんつってよ。あ、ラプトルだ。おらってめえ、バカたれ。これラプトルじゃときめか。あのブロンドもぶっ殺すべよ。どれどれどれ、あー、行こうぜ。おーら、おらくそ、なんで俺はこんな。うわー、いえ、マジかよ。早すぎだろ。あー、びっくりした。霜降りめちゃめちゃ多すぎだろ、これ。あ、霜降りじゃなくてこっち捨てた方がいいな。やっぱさ、仲間に食わせる肉もいい肉食わせてあげた方がいいのかな。あー、どうなんだろうね、ちょっとね、わかんねえな。かわいいマンモス。このままこっちだ。ケラチンってまだ必要？いっぱい。あー、どうなんだろう。あってもいいと思う。うん。いないっすわ。これさ、イナナキなんなんだろうね。なんか高級服多分下げてると思うわ。あ、アルファのカルノがいる目の前。行くときは二人で行こう。OK。行くわ。行け。てめえ、この野郎。これ。これティラノじゃない？いや違う、カルノでかいな。お前よりでかい気がする。やべ、つえ。でかいよこれ。でかい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 。すごい、オッケーオッケー。これあれ？ナウマンは、ね、ナウマン。ナウマンは。ナウマン像は？バウマンナウインダはどこ行った？あれチンチンナウインダどこ行った？どこ行っただろう。いや、こっちじゃね。こいつ空中歩いてんのが超かわいいぜ。これレベル高かったらワンチャン負けてたわな、今な。うん、そうだね。あれ、こっから来たの俺たちな。あれあれ、チンチンナウインダがいね。やべ、やっちゃった。ここにあるよ、まっちゃん、記録が。あ、いたいたいた、マンモスいた。あれ、なんだこれ。ユタラプトルかな。ここね、俺のところ。行くわ。宝箱。よっこっさい。ナウマンドいた。おお、なんだなんだ、おお、すげえ、ね、古風だよな。ああ、面白い。ナウマンさっき画面の端で崖から転げ落ちてた、マジで。おい、ナウマンのせいで。やべえ、ピヨーン。大丈夫か、ダメージ。そのままだろうな。食わせっか。HP 上げとくか。8000ぐらいにしとけばいいな。1万欲しいね、こうやって考えるとね。うん、そうだね。テラーバード。ラン。あれ、ジュンも下ってる？じゃあ。だってね、このクソノリ。こう入り組んでて分かりづらい。大丈夫だな、俺下ったところで待ってるぜ。オッケー、じゃあナウマンと一緒に行くわ。はいよ。はいはいはい。なんかいいのいねえかな。ナウマンとなんかもう一匹ぐらいな。なあ、捕まえたいんだけどね。なんかこの辺ちょっとイモイモザウルスしかいない。あ、あ、違うか、ここ。あ、はいはいはい。ケイブだ。俺たちが行ったところ。
あれあれだね、俺の場所わかんないんだよね、順ね。あ、俺今わかってる。ただナウマンがさ、いかんせん引っかかるわ。なにああいうのを食っとくか、なんかもらえるからな。あとあと多分必要になってきそうだからな。お前また今山登ってるよね。俺今ね、登ってるね。うん、まあ、ちょっと登ってるというか、うん、やっべ、これジャンプしないのに。あれ、ナウマンゾウがやべ、ジャンプしないのに勝手に。大丈夫かこれ。ほらおいで、ほらおいで。じゃあこっちおいで。ここなんか弓持ってんじゃん、職人。よし、まあゆっくり行くわ。はいよ。今のね、洞窟ぐらいのところにいるわ。今ね、おめえまで 200m 近い。え、これさ、雪山行けるようにしたいな。おめえのあれだよな、ゼウスを首に巻いても夜は厳しいってだけかな。昼は、いやでもね、だいぶいいぜ。マジで。うん、それあ、ちょっとこれ、俺がなんでダメなんだ。ズボンだけ毛皮じゃないか。いや多分さ、これ毛皮が相当効いてんだよ。おめえも毛皮着てる？いや毛皮じゃなくて、おめえからもらった。俺も毛皮装備全身にしてみよう、北行くときは。なんかいねんかしてテリージノのさ、メカとか。うわー欲しいね、メカテリージノ。メカテリージノ欲しいよね、メカレックスとか。あ、メカレックスはこの前いたんだ。ここちょっとなんかそういう系欲しいな、メカ系。メカ系な、全部メカ。テリージノやってるわ。でもやっぱギガノとか一番強いんだろうな、かもしれないね。うん、え、これちょっといけるか、ナウマン。でもナウマンのために俺今、あ、でもいけそういけそう、いけそうよ。何これ何やってんのこれ。おっ、いいね。こういうの、こういうの食っとこう食っとこう。いや、捨て子強っ。イエーイ。原油がね、これから多分必要になってくるからな、ガソリンで。うっ、ごめん、やべえ、こちゃん。どうだ、行くわ、そっち。そのテリジの多分。はい、OKOK。パクパクもぐもぐして、はいはい。あ、メリーはいる、ね、他のマップの敵キャラとして出てくる DEK もいる。原油めちゃめちゃうまい。ちょっとさすがに回復してやるか。なんだなんだお前、なんだなんだお前、なんだお前、やるな。ケントロサウルスやるじゃん。ケントロサウルスってなんか初めて。鉄がなんかあんまハンマーなってるやつね、あんま見ないよね。ハンマーなってんのかな、なんかトゲトゲみたいになってる。悲しいけどまたゆるの底が見え始めたぜ、まっちゃん。マジで。あ、カルノタウルス結構きつくなってきた。あ、俺ね、このツヨツヨザウルスはね、まだまだなんかなのよね、軌道がいいのよね。現役軌道力高いから、うん、海山結構いけるからさ、小回り効かねえんだよ。そうね、わかるよ。マーク2だ、マーク2。マーク X になってる。そう、マーク X になってる。 3ナンバーの。そう、なんかちょっと高いしでかいしみたいな。あれじゃねえか、なんだっけ、おめえの車じゃん、もう。おめえどこいんだ今ね、飯食わしてた。おめえから 150m 離れてる。 OK、 まあ多分一人でも行けんだろう、ここまで来たら。もう近いぜ。来たね。 OK、 ここを下って、下ると海になるから、そこを右折、ずーっと。やべ、閉じた。大丈夫だ。あ、クマだぜ、ジュン。クマテイムしたい、クマ。あ、クマテイムしたいね。うん。どうやってテイムするかだよ。俺は、乗りながら弓撃てるから。あ、じゃあ、まっちゃんに任せようか。うん。で、
結構 HP ないな。ちょっと食わせるわ。オッケー。あ、レベル見てみよう。ちょっとレベル見れる。待ってな。クマって結構ね強かった。ティラノとクマ戦ってて、うん、結構長時間戦ってたんだよね、クマとティラノが。16か。まあまあでも試しに、うん、すぐレベル上がるからな、うん、うちの作業場にいれば。ちょっと HP 7000まで上げるわ。ショートフェイスベア、うん、あれホワカマザウルスだ。てかさ、こっちまで持ってきてくれたらここではめれるわ多分。何？俺の場所の岩。オッケー。俺がじゃあまずおびき出そうか。あ、そうだね。あれどこいる？ここ。見逃した。あたた。来るよ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 。来てるよ来てるよ。オッケーオッケー了解了解了解。これできるかな？あーちょっと。あそこにいんだ。あ、いいじゃんいいじゃん。固定できんじゃないか。あ、いけるいけるいける。いけそうだね。あ、いける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 。あと降りてからやってこよう。霜降り準備しといてくれ。オッケー。なんか嫌な予感するけど大丈夫。消えた。捕まえた？よ。やっべ。先から。やめろー！あーもう俺。降りちゃった。しかもさ一撃で殺したから。ショートベアザウルス一撃で倒してたな今。じゃクマだったら俺たちの足速いわ。やっぱ。あ本当。うん、あーごめんごめんごめん。やっちまったー、畜生。なんか強いクマとか捕まえてるよな。まあそうね、16レベル。まあ言ってレベル低いし。クマちゃん欲しかった。あれここだよな。空中走ってるこいつマジで可愛いぜ。あ、ナウマンがいない。冷えのの、冷えのの。あ、ナウマン上だ、上だ、上上。止めてたか。この冷えのどこいつらな、こいつらも、お前ら悪夢だったわ。今はもう違う。今は違う。最初ね。強かった、うん。お前、俺が開けてやんねえから動けねえんだからな。おおおおおおお。クマは山にいるのかな。川にもいるイメージがあるわ。川で鮭取ってんじゃねえかな。なんか一番最初にさ、あ、俺たちの今の拠点あるじゃん、はいはいはい、あそこに渡ってくる道中にもクマいっぱいいたね、反対側に。あー、いたいた。西の方ね。あ、そう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 。おったおった。難しい。あ、なんか熱っ熱っ。この辺だと熱いね。あっ脱ぐか。あ、いたいたいた。ナウマンゾ何やってんだ。早くサドル作りてえよ。そうだな。うん、こいつとかナウマンなんねえかな。気合い入れるか、俺もたまには。よしよし。おれ。戦ってんね。おれ。大丈夫か。大丈夫大丈夫。やべ、殺していいの？ああ、いやいや、いいよ、殺しちゃっていいよ。結構、いや、強い。結構体力あるよな、こいつな。やるね。
レベルいくつだった？80ぐらい、50ぐらいか。全然高いのかった。あいつは何なんだろうな、あのうんこ投げてくる技はな。ダリー技な。ダリー技だ。あいつも結構なんか、まあ、よくいるからな、あの辺にな。まっちゃんサドル持ってない。サドル持ってない。まっちゃんが持ってるギアグ。え、誰の？マンモス。マンモス、うん。いや、俺持ってないと思うよ、多分。持ってたっけな。作ってはないからな。マンモス。さあ、着きました。サドル。ビールってなんか、何で作るんだっけ？なんかあったよな、ビールの作り方。革260、1140、インゴット10。結構簡単だね。ああ、インゴット10だったら簡単だ。イエーイ。はい、どうも。ここ、あ、ダメだな。開けっぱなしさあ、マンモスはどんな。これ隠せばいいか、後ろからなんかうまいことやって。うら、新しい仲間だぞ。よいしょよいしょ。いやー、すげえ、いっぱい増えてきたわ。だいぶね。うん、マンモスが入ってこれでね。マンモスこっちだ。結構近いぞ、ほら。あー、うわー、でかいね。あ、あった、マンモスサドルあったわ。あ、マジでサドル？うん、すごい。ストップ。なんで持ってたんだ、私。なんでそれを覚えてたんだ、すごいな。なんかね、見たような気が。あれ、牙がすげえな。ん、目はどういう目をしてるんだろう。これ設計図か。なるほど。あ、なるほどね。うん。マンモスってなんか頭こうやってコブみたいになるよな。デスクオブザウルスで、マンモスの。あ、やっぱそうだな。これは。あ、牙がないからな。おい。あ、どうした？ケツァルコアトルスのサドラルは。え、俺たち？うん、制作条件、シリカ真珠85、革750、ケツァルコアトルス。でも全然作れんじゃん。ね。そう、真珠じゃん、ケツァルコアトルなんてもう。インゴット10。どこにある？インゴット10はもうすぐ、あのね、旋盤のとこに置いてあるよ。あ、オッケー。ケツァルコアトルス欲しいな。どれさ、ここで何しようとしたってさ、俺麻酔銃作ろうと思ったんだよな。欲しいね。ね。そろそろね、そういう、次なるテイムの。そうなのよ。サドルでマンモス。こう持って。火薬はこっちで作ること。で、まあ、結構難しいのがあれなんで、あ、作業所も作っちゃおう、ここに。ケツァルコアトルどこいた？え、北のサドルね。あ、サドルか、うん、もちろん。んどうしたどうした、こいつ背中に太鼓あるぞ、やっぱり。え、なに、あの、あははは、ほんとに。じゃあ俺後ろ乗れんのかな、これ。ちょっと乗ってみて。うわ、すげえ。なんだこれ。あ、それあれっしょ、熊田正史のあれっしょ。おい、これなんか、はい、あれだぞ、はい、太鼓の達人みたいになってるぞ、これ。はいあの女のやつだ、はい、なんだこれ。なにそれ。あ、こいつもなんか良さそう、ベリー集めんの。なにこれ、俺何やってんのこれ。こいつもなかなかいいぞ、わっちゃん。ベリー集め、ベリー集めいい。スペース
これ何してんの、これバフだよね、なんかね、わかんねえ。これ何なんだよ、これ。これ範囲攻撃くせえな。範囲攻撃なんだ。なんか範囲がすごいもんね。うん、木材もめちゃくちゃ集まりそう。やべ、間違えた。最悪。右クリはあるな。スペースがこれ。まあでも通常攻撃が一番。左右左右左右左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 左右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 。結構しかもさ、うん、運転できるな。そうだね。これ俺あれなんだ、 F も開けねえんだこれ。太鼓叩くしかねえんだ俺これ。いいじゃん。なんなんだこれは。これ多分みんなも光ってる？光ってないか。なんなのそれ。わかんねえ。マジでなんだと。モンハンの狩猟部みたいなあれかな？相手の攻撃を下げるとかかもしんないしな。だから俺は光ってる。俺は光ってるよ。俺光ってるな。ね。緑の範囲で何かがあるんだろうな。HP とか回復したらいいんだけど俺。あ、見ればよかったな。